はい、それでは時間になりましたので始めたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。本日は第5回ですね、令和5年度第1回国際協力トークライブにご参加いただきありがとうございます。鳴門教育大学グローバル教育コースの草加と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日もたくさんの方に、ご参加いただきまして、100名近くの方ですね。世界中からの方です。日本だけでなく、アフリカ、アジア、たくさんの方から、たくさんの地域から参加いただいています。会を始める前に、何点か、お願いお伝えしたいことがございます。1点目なんですけども、この回ですね、アーカイブに残したいと考えてまして、ズーム画面の方、音声の方を録画することをご了承ください。で、それに伴いまして、個人で録画することは、すいません、ご遠慮いただけますよろしくお願いいたします。2点目なんですけども、Zoom で参加いただいている方、ありがとうございます。参加の表示名であるかと思うんですけど、これ特に本名でなくても、所属先等もお示ししていただく必要ございませんので、お願いします。もちろん示していただいても大丈夫です。します。3点目なんですけども、竹崎先生への質問、もしくはパネリストの方への質問ですね。会場にいらっしゃる方は、手を挙げてですね、当てられましたらマイクで、質問いただけますと幸いです。お願いします。で、英語での質問でも全然大丈夫ですので、留学生の方ぜひたくさん質問してください。で、Zoom でご参加の方は、チャットボックスにですね、送ってください。もうどしどし書いてください。で、その際宛先が必要になると思うんですけど、全員にでお願いします。YouTube ライブで、見てらっしゃる方も自由にコメントを書けるようになっているかと思いますので、どんどんお書きいただければと思います。そしたらですね、次、本日の会の進行につきまして、最初に、この後、竹崎先生をお招きしまして、ご講演していただきます。で、その後、質疑応答と形になります。で、まあ、1時間20分から1時間半ぐらいをめどに一旦切らせていただいて、その後パネルディスカッションを行いたいと思います。はい、先ほど全世界からという話をしたんですけども、この回ですね、最初は日本語だけでやる予定だったんですね。ですけど、このやっぱりこの回の最後の今回のトピックの重要性といいますか、面白さっていうところで、同通で英語でも世界中に配信しようということになりました。で、何が重要かっていうと、この少子化、人口減少社会、また超高齢化っていう、多分どの国も、世界中のどの国も参加していた、経験していない、多分日本が先駆けて経験している状況だと思うんですね。で、そういう中で学校がどういう役割を果たしていくかという、大変貴重な議論だと思いますので、これはもう日本だけではなくてですね、やっぱり英語で配信すると。で、配信したものを英語でアーカイブに残すっていうことが多分今後のなんか経験とかそういったものの蓄積になっていくんじゃないかということですね。今回急遽英語でも配信するようになりました。で、決まったのがですね、月曜日ですね。で、センターの方にお願いしたんですね。で、そしたらセンターの方もさーっともうバッと、通訳者の方をですね手配いただきまして、また学生さんに資料の翻訳とかですね、手伝っていただいたんですけども、すぐにバーッと翻訳を仕上げていただきまして、本当にですね、手前味噌ですけども、本学の職員の皆さんの仕事の速さとか、学生さんの底力というのを、感じました。ありがとうございます。はい、それでは、竹崎先生をお招きしたいんですけども、すみません、その前にですね、本学がなぜ今回、この記念すべき通算第5回、令和5年度第1回のトークライブに竹崎先生をお招きしたかというところをちょっと簡単にご説明させてください。本学はグローバル教育コース、修士課程にグローバル教育コースというのがありまして、学生が全体100人ぐらいいるんですね。で、そのうちの7、8割が留学生なんです。で、我々教員もセンターも、せっかく日本に来ていただけるんだから、なるべく日本の教育現場を見ていただきたいという、そういう思いがあるんですね。で、学校をどっか紹介してほしいということで、
先ほどすみません、7割8割留学生と言いましたけども、残りの2割3割の日本人もすごくバラエティ豊かで、教員人生を務め上げられて、その後修士を取ろうということで本学にいらっしゃった方がいまして、その先生にですね、どっか行ける学校ないですかねっていう聞いたら、その先生が竹崎先生をご紹介してくれました。で、竹崎先生が土佐山学舎、今日多分お話になる土佐山学舎を紹介いただきまして、昨年から定期的に交流させていただいてます。で、今年はもう毎月1回います。で、本当に留学生もですね、もう本当にいい経験だと、誰かですね、ライフチェンジングエクスペリエンスだとですね、もう人生を変える経験だっていうことを言ってる留学生もいます。で、今回ポスターにですね、わざわざ通わせたくなる中山間地域の学校ということを書いたと思うんですけども、まあ、我々からしてみたらですね、わざわざ交流したくなるというか、わざわざだとおかしいですね、ぜひ交流したくなる。2時間半かかるんですね、土佐山学舎に。もう2時間半かけてでも交流したくなる学校です。では、竹崎先生、すみません、前置きが長くなりましたけども、本日楽しみにしております。よろしくお願いします。します。すみません、盛大な拍手でお願いします。皆さん、こんにちは。土佐山学舎で、去年の3月まで校長しておりました。今日は、非常に機会をいただきたいと思います。それでは、約1時間という時間をいただいていますので、また制限7分間のことがご中心になるんですが、このお話をさせていただきたいと思います。では、まず最初にですね、突然なんですけれども、テレビ朝日の方から連絡があってですね、ニコレ珍百景という番組で、世界の学者は主催にさせてくれないかというか、今から4年くらい前に話がありました。なんでうちがっていうようなことで、中山間地、山の中にある学校が、ずいぶん子どもたちが増えてきている。それを聞いたのでちょっと取材をさせてくださいと言って、来て、実際に流れた映像です。約10分間ありますので、それを見ていただけるときっと分かると思います。どんなことをやったのか、じゃあそれを最初にお見せいたしたいと思います。なんですけれど、最初に出てきたお米を説明している女の子、実は今年の3月卒業しました。9年生を卒業したんですが、どこへ行ったかというと、授業をすべて英語でやるという、多分大阪だったと思うんですけれども、そちらの、高校に進学をしました。何人かの子どもたちは本格的に英語をやりたいということでですね、県外へ出ます。で、大体はその英語で授業をやるとか、それから将来的に国際的な仕事に就けるっていったような、そんな進路を選んでいく、そういった子がぼつぼつ出てきたかなというような感じです。はい、それでは、今から、スライドを使って学校の説明をさせていただきます。はい、お待たせしました。見ていただいたらと思うんですが、はい、学校の看板が土佐山小中学校となっています。高知市立土佐山小中学校、私が赴任した時にはまだ義務教育学校の制度が、国が、それを認めてないというか、まだスタートしてなくって、最初に行った時には小中学校、私は小学校の校長で中学校の校長を兼務するという、立場で来ました。ところが次の年にはもう法が、出来上がりましたので、義務教育学校になって、看板はわずか、かなり高価なお金をかけて看板作ってると思うんですけれども、1年で、看板が変わりました。はい、これが学校の様子です。
高知市から車で30分ぐらい、キロにすると14キロぐらいなんですけれど、もう30分上がっただけで、こんだけ、自然がいっぱいある学校が、自然がいっぱいあるところが高知にあるんだっていうような、そんなところです。はい、地域の特産品としては、柚子、先ほども出ましたけれど、それから四方竹、タケノコなんですが、四角い形をしているちょっと細身のタケノコですね。そういったものが地域の特産品です。で、柚子尽くしっていうのがありますけれども、高知で大きな朝日食品、私、朝日食品の関係者ではないんですけれども、そこが柚子の商品をですね、こういった加工品にして販売をしています。土佐山の柚子を使っていますね。はい。で、先ほども言いましたように、高知市役所から北へ上がったところ、今の令和5年5月の人数を調べてきました。先ほどテレビ何これ珍百景では900人を5年前には超えていました。ところが今は894人、900人、どんどん少なくなってきています。世帯数はあまり変わらないんですけれども、人口は少なくなって、もちろん子どもの数もどんどん少なくなってきています。で、昔から土佐山という地域はですね、非常に勉強熱心な地域でして、野学会とか青年会、こういった若者たちが夜な夜な集まって勉強していく、そういった地域だったということを聞いています。で、私が行った時もそうでしたけれども、社学一体という言葉が根付いていまして、社会教育と学校教育が一緒になって子どもたちを育てると、そういった地域に、土佐山学舎が立っているということ、そのバックグラウンドを皆さんお知りおきください。で、少しテレビで、紹介をされた動画がありますので、それをちょっと共有したいと思います。出てきてくださったのは山本さんという地域のコミュニティの代表の方です。いろんなところでつないでくださっていますし、土佐山学舎の学校運営協議会のメンバーでもあります。はい。で、そういう地域ですね、社学一体が根付いている、そういう地域に、土佐山立っているんですが、地域の課題としてはですね、言いましたように年々人が減ってきています。平成17年に高知市と合併をしました。それまでは土佐山村という村だったんですけれども、合併をして、ちょうどこの赤いところの、グラフ、ここが土佐山学舎が開校した平成27年です。ちょっとその後ははっきり分かってないので、人数、とにかく今は890何名ぐらいまで減ってきているということですね。で、このまま放っておくと、もう子どももいない、学校もなくなってしまう、そして限界集落が来るということで、立ち上がったのが平成23年、土佐山100年構想という大きなプロジェクトです。これは高知市が立ち上げたプロジェクトでして、どういうことかというと、3本柱から成り立っています。一つが昔から土佐山が大事にしてきた有機農業。それを中心にして、地域の柚子だとか四方竹とか梅とかいろんな農業の野菜とかがあるんですが、それをブランド、販路拡大する。もう一つが、やっぱりこういった地域がでどんどん少なくなっていく、そういったことに対抗するためには、人を呼び込まなくてはいけないと。定住、交流、そういった人口を増やすというのを、土佐山アカデミーという NPO 法人があるんですが、そこが積極的にやっています。そして最後、この3つの柱の最後とかも3本目が、教育。これが土佐山学舎です。学校を建設して、魅力を持たせ、そして高知市中心部から、こんな学校に行きたいなという学校を作って、逆に市内の中心部の子どもたちを山間部へ呼び込むと、この3つで土佐山を100年間
ずっと存続させるという大きなプロジェクトが平成23年に立ち上がりました。そこで土佐山学舎のミッションになるんですが、まあ、地域活性化の中核後押しとなるような学校にしてほしい。中山間地域の教育モデル、高知県は過疎の地域がたくさんありますので、そうやってどんどん統廃合していく学校じゃない、そうじゃない逆のパターンを土佐山学舎でやって成功させてモデル校にしてほしい。それから校区っていう概念ですね。校区っていうのは地域のその中学校がある小学校があるところの子どもが来るんですけど、それを取っ払って、地区外からも子どもたちを呼び込む、そうあえて中山間地に子どもたちをあげる。そして学びの流れとしては、やっぱり魅力のある学校じゃないと来てもらえないので、教育課程それを弾力的に運用して魅力のあるそういった学校経営をしていく。利益の双方向性というのはですね、地域にとってもこの学校が、大変役に立っているし、子どもたちもこの地域で育ててもらうということで、ウィンウィンの関係になるといったようなミッション。つまり土佐山は選ばれる学校、土佐山で学びたいとして選んでもらえる、そんな学校にしてほしいということを、私が校長になって赴任したときに最初に教育長、教育次長をはじめ教育委員会の皆さん方に言われました。はい、で土佐山ですが、1年生から9年生まで9年間3つのブロックに分かれています。1年から4年までが前期ブロック、5、6、7が中期ブロック、ここが小中が一緒になったところです。で8、9が後期ブロックというふうに分かれています。で分かりやすいように、本当は小学校中学校という言い方はしないんですね。義務教育学校では前期課程が小学校にあたって、後期課程というのが中学校ですが、ややこしいです。うちは前期ブロック、中期ブロックがあり、前期課程があり、後期課程、お話しするには便宜上もう小学生中学生を使わせていただきます。普段は使っていないんですけれども、その方が分かりやすいと思います。はい、小中の教員の乗り入れもやっていますし、子どもたちが自分が習った英語を使って、例えば小学校の3年生が習った英語を使って中学校2年生、まあ、8年生の中学生に聞いてもらうとかですね、そんな子どもたちの交流も一つの校舎ですので自由にできます。はい、学校は平成26年から、学校運営協議会を置いています。その当時はまだ高知市には4校しかありませんでした。今はもう高知市は全部が学校運営協議会を、制度を取り入れています。で、もうご存知だと思いますので、学校運営協議会は協議をする場面というか、機会ですね、機関ですが、2本立てになっていてですね、その学校運営協議会は協議をする場所、そして実際に動いてもらう、課題別コミュニティという、そういった、2本立てに、土佐山学舎ではなっていて、で、この課題別コミュニティ、つまり実動部隊といった方が分かりやすいでしょうか。運営協議会でこんなこと、あんなことという協議をした内容を実際に動いてもらう。そんな時に、3つ、学びコミュニティ、生活安全コミュニティ、地域、連携教育コミュニティと3つに分かれていて、ここに保護者や、教職員も全部分かれて入っていますし、地域の方にも入ってもらっています。で、後々これ学校支援地域本部と昔は呼んでいました。今は地域学校共同本部と言われますが、それに置き換えることによって、土佐山学舎では今両方が地域との、共同本部もあるし、学校運営協議会一緒になってコミュニティスクールでやっているという状況です。はい、で、スクールバスが通っていまして、もともと土佐山の小学生は東バス、西バスというバスが走ってずっと通っていたんですが、もう一つ南バスというのが、これは地区外のバスです。真ん中の黄色いところに書いてあるそのバスです。見ていただいて分かるように、帰りの便が、例えば真ん中の上だと16時32分と18時22分と、学校へ来る便は1便なんですね。一緒に来ます。帰りは2便で分かれます。なぜかというと、中学生は部活動があるからです。小学生は先に帰りますが、中学生は後の便で1日2便で帰るようになっています。
今は土佐山の中地域内はこのバスが、デマンドタクシーという、やっぱり少なくなってきているということもありますのでタクシーで、に変わっています。はい、で現在ですがその南バスと呼ばれる、地区外からの子どもを運んでくるバスは中型のマイクロバス6台それで73名、がこれを使って、学校に通ってきています。これ今の9年生です。開校した時の1年生この子たちがいよいよ最上級生になったんですがちょっと人数の変化を見てみましょうか。途中までしかないんですけれども当初、全校の児童生徒数私が行く前、平成26年度純然たる土佐山の子どもたちですね小学生中学生合わせて57名で私が行った年には土佐山学舎という学校が出発しますよということで98名。まだ複式学級が2学年ありました。違う学年が一緒に勉強しているということですね。ところがもう28年からこんな感じです。129からどんどん増えて3年、私が最後にいた年は143名、そして、現在この前学校に聞きましたら今145名ということです。当初は1クラス、1学年1クラスしかないんですが20人という定員で20人 ×9 学年ですので定員180を構想していたんですがそんなに増えると市教委の方は思ってなくてですね教室にロッカーが16しかないんです。なので20人入れると足らなくなってしまうんですね。その関係でもう16人に減してしまいました。募集の人数の定員を16人にしてでちょっと表を見ていただくと平成30年度からはもう1年生からしか募集をしないというふうにしました。それまでは途中の学年も、空きがあったら募集をしていたんですけれどもなぜかというともう教育課程9年間の教育課程ががっちりできたからです。途中から入ってきてもなかなか英語にしてもちょっと1年生から力を入れてやってるというところもありますので、もうそういう関係もあって子どもたちにしんどい思いをさせたくないということで、1年生から募集をするんですがいつも募集を土佐山には保育園があるんですね。保育園の子どもたちをが何人土佐山学舎に来るのかっていうのを16から引き算をして例えば10人来るんだったら枠は6枠あるわけですね。募集をかけてもいつも6人より、とか募集の人数より多いんです。でその多い人数がどうなるのかっていうと、くじ引きになります。学校は普通の公立の学校ですので試験もありません。くじ引きですね。でくじ引きで漏れた人が残念っていうだけじゃなくてどうしても学校に来たいということで、家を探して土佐山に上がってきます。でいろんな空き家にもうずいぶん空き家も埋まってしまって、はい、もう住むところはないんですけれど家を建てるというか建てた人もいますね。そんなにやって、まあ、来たいと思ってくれるのは大変嬉しいんですがその他に市営住宅を高知市はこの100年構想の一環として先ほど移住定住プロジェクトと言いましたこういうふうに中山間地の地域活性化住宅というのを建てています。ここに入るには就学の子どもがいること、まあ、赤ちゃんでもいいのでやがては土佐山学舎に通えるそういった子どもがいるということが条件です。で中学3年生にあたる9年生まで住んだら出て行ってくださいというのがここの条件なんです。そうすることによって人をどんどん入れ替えて常にある一定の人数を土佐山学舎では確保ができるように、これ高知市のプロジェクトとして、活性化住宅というのがですね、今土佐山学舎が丸で囲んだところですね、そこの周りにいくつかできていまして、10棟というふうになっていますが、まだ増える土地を見つけて活性化住宅をどんどん建てていると。非常にリーズナブルな お安い値段で、借りることができます。で中学3年生になって出てってくださいと言ってもすぐに出られないっていうところは
3年間だけ猶予待ちましょうということで、絶対その卒業して3年間はいられるんですけど、それ以降はどうしても出なくてはいけないというルールになっています。はい、佐山学者ですが、もう本当に普通の公立の小学校中学校と同じですので、学校校教育目標研究主題、こういったのを掲げてやっています。で、児童生徒ですが145名、今年は児童数94名、生徒数が51名というようになっているということです。特任校制度、つまり地区外の制度を使って上がってくる子は72名いて、約 50% なんですが、ここに移住者は除くと書いてあります。つまり空き家に、来た子はもう土佐山の、地域の子として数えていますので、それを全部入れるとおそらく 65、6% はもう地区外、土佐山、純然たる土佐山の出身の子ではないと思います。はい、で、まあ、学校を希望した理由っていうのは、英語をやってみたいとか、土佐山学、これ生活総合的な学習の時間のことなんですが、まあ、少ない人数で勉強したいと、いろいろそういった面接が保護者とあるんですが、そんな話をするんですが、まあ、中にはなかなか40人30人という大きな、集団の中では人間関係が取れない子ども、それから自己表現が苦手な子ども、ものを言え、人と話ができない子ども、そういった子どもたちが実際のところは 70% ぐらいいます。はい、でも学校は最初にこういう方針で子どもたちを育てますからねと私が学校説明会の時に言うんですが、だからみんなウェルカムですと。皆さん受け入れますけど、土佐山学者に来たらこの方針でどんどんやっていきますのでねということを最初にお話をしているというのが現実的現状になっています。では英語教育についてお話しします。英語教育ですが、最終のゴールということで、これが英検2級、私も最初、私も英語の教員なんですけど、中学生で英検2級はとても無理ですということで、ずいぶん英検2級に挑戦する子を育てますって言いましたけれど、いやいや校長先生、英検2級を取らせてください、いうことを言われまして、そのために実はこの土佐山学者にはですね、今はちょっと ALT が入っていますが、私が開校いた時、最初開校した時には英会話スクールの外国青年を雇って入れてくれていました。つまり実際に英語が喋れるように英会話スクールのノウハウまで学校教育の中に持ち込むという、そういった考えです。莫大なお金を、準備をしてですね、そういった外国青年を入れてもらっていました。で、実際平成30年開校してのが27年ですので、3年後には、9年生の5人が英検2級に合格し、それ以降は毎年英検2級、必ず合格者が出ています。びっくりしたのは、小学校4年生で英検2級を取った子もいまして、それから小学校3年生で準2級を取った子もいます。小学生もお兄ちゃんお姉ちゃんが英検を受けると、僕もやってみよう、私もやってみようということで、なんかいい影響が出てですね、みんな英検に挑戦するというのが一つ、本校では、そういった機運になっています。で、学校はですね、その習った英語を実際に使う場面を多く設定していまして、高知大学の留学生、それから高知県立大の留学生、それからスラバヤ市が高知市と姉妹都市ですので、そこと子どもたちの交換留学生を何年かにいっぺんやってるんですが、スラバヤ市からの留学生をホームステイを全部もう土佐山が引き受けました。それからシンガポールからというのは、これ右の下の写真なんですが、土佐山が英語に力を入れていると聞きました、ちょっと里帰りするので子どもたちを一緒に勉強させてくれませんかという申し出があって、引き受けて3週間ほど小学生と一緒に勉強していました。そして日下先生のおかげで鳴門教育大学の留学生も来てくださって、実際に習った英語を使うという場面を限りなくたくさん、設定をしてあります。はい、
もう一つの大きなうちの特徴が土佐山学です。総合的生活、1年生2年生は生活科、3年生から9年生までは総合的な学習の時間です。この3つ、地域、キャリア、コミュニケーションというのは大きなテーマなんですが、これがこう絡み合っているという感じです。地域のいろんな素材を使ってそれを、PR したりとか地域の勉強していくんですが、それを将来のキャリア形成に生かすことができるような役立つような勉強方法で学んでいきます。大きな柱になっているのがコミュニケーション能力ということで、外国の人にそれを説明したりするときにはそれ自然に英語に変わるというだけのことであって、日本語でも英語でも全く同じです。はい。で、当初はですね、小学校と中学校がやってきたのをガチャンと合わせただけだったんですが、これが全く意味がなせてないということが1年目に分かりまして、2年目から1年から9年までをつなげました。せっかく本校では9年間というスパンがあるわけですので、1年生から、1年生2年生生活科です。土佐山に親しむということで楽しい経験をいっぱいします。3年生4年生楽しい経験ですか、ちょっとそれに勉強が加わります。1年生から4年生の前期ブロックと言われるブロックでは、土佐山の魅力いっぱいに遊んだり触れたり、それから体験をしたり楽しい思いをいっぱい4年間するんですね。で、5、6、7、土佐山を見つめるとありますが、この3年間は今度は土佐山の課題に向き合わせるんです。先ほど言いました、どんどんと人数が減っている、高齢化が進んでいる、若者が出ていく、そんなような実態とか、産業がなかなかうまくいかないのもあります。そんなような課題に5、6、7で、勉強させて、つまり1年生から7年生までで土佐山のいいところも課題になることも全部勉強するわけですね。それを知った上で8年生9年生どう打って出るか、土佐山に貢献をするっていうテーマで何をどうしたらいいのか、この9年間のスパンが出来上がってからですね、非常に土佐山学が生きたものになってきました。例えば1、2年生、さっきも楽しむって言いましたけど、柚子を取ったり梅を収穫したりとかですね、シロップ、梅シロップにしたり、それから2年生は畑に地域の人に来てもらってお芋を植えたりとかですね、鮎も放流するのをお手伝いしたりとか、楽しい体験をします。3年生、4年生はどんなことかって勉強って言いましたので、地域に大きなホテルがあるんですが、有名なホテル、そこへ行って、そのホテルが何で人気があるのかを調べに行ったりとか、土佐次郎というそのブランド下の鶏がやっぱり飼っているんですが、そんなのを調べて、どうしてこれが美味しいのかとか、どんな育て方をしているのか、そんな勉強したり、4年生は川、鏡川という非常にきれいな川が、高知は流れているんですが、それは下流域に行くと濁ってくるんですね。でも土佐山ではすごくきれいなんです。で、そんな川の勉強をします。つまり楽しいこと、それから自然、人、そんなような楽しい、先ほども言いましたように前期ブロックでそういう勉強をするんですが、5年生から、5、6、7の一つの私がいた時の例を挙げてみます。5年生は何に向き合わすか、社会で米作りっていうのが出てくるんですね。毎年米を作るっていうことから、土佐山で米作りをするのにはどうなんだろうっていう勉強してたんですが、この学年はですね、米からちょっと関連つけて、今まで、2年生で柚子を取ったり1年生で梅を取ったりする体験もやってきました。4年生では川のを勉強して、鮎のことも勉強してきました。そういったことをこのお米と引っ掛けてですね、直接お米ではないんですけど、何か米をうまいことをこう売り出したりすることに使えないかと考え始めます。何をしたかというと、実は、今最後に出てくる写真、これが産直があります。ちょっとしたものを売ってたり、それから卵かけご飯、先ほど言いました土佐次郎の卵、それを使った美味しい卵かけご飯をここの、バル土佐山っていうところで出しているんです。で、お米とつながってるなと、卵かけご飯というのが。
つながっているんだけど、高知県いっぱいいろんなところで卵かけご飯やってるわけですよね。じゃあ他のところと差別化するために何名をつけたらいいのか。よし、今まで習ったいろんな食材を掛け合わせて卵かけご飯に合うタレを自分たちが作って、それを商品化しようと言い始めます。で、商品化っていうのは、先輩たちが今まで先ほどのナニコレ珍百景でも見ていただいたように、いろんなこと先輩がやっていますので、そういったのはもう知ってるわけです。自分たちはタレを作るぞと。でも作れません、小学生なので、実際に売ることはできないので、こう専門家ですね、調理師学校の先生をお呼びして、で家庭科で学んだ知識だとかですね、そういったものを子どもたちが駆使しながらどうしたらいいのかということを考えて、で実際に作ってもらいます。提案をして、調味料こんなでっていうのを作ってもらったのを、このバル土佐山っていうところで、お祭りがあるんですが、そのお祭りで実際に販売をして、人気投票をして、5つ作ったタレの中から3つに絞って、その3つを引っ提げて土佐山の、企業なんですが、いろんなものを作っている企業に子どもたちがプレゼンをしに行きます。で、自分たちがずっと1年間かけて作ってきたタレの思いを、とうとうと語りですね、なんとかこれを商品化してほしいと頼みます。で、実際に結構いいところまで行ったんですけれども、商品化にはならず、でもこのバル土佐山に、そこの土佐山開発公社さんがですね、実際にタレを置いて、これが小学生が開発したタレですよということで置いてもらっています。ちょっとかけるとですね、お醤油じゃなくて柚子の香りがプンとしたり、梅味だったり、そんなようなのが今行ったら、はい、そこで食べることができるという状況です。そういうふうに、米作りから米に引っ掛けて何かをこう、自分たちで考えて土佐山を PR したいというような思いでやっています。8年生という、もう今年卒業した、さっき米を売ってた子どもたちですね、この子たちが、8年生の時に、やったことなんですが、実はこの子たち、お米作り5年生でやって、あの時売ってましたね、米を。自分たちが作った米を買ってくださいみたいな。これ、土佐山の湯、で作った有名なお米ですって。それから6年生になってテーマを変えてですね、どうも土佐山って人に知られてないなと。看板作ろうと。しかもこの看板を普通に作っただけじゃ面白くないので、AR を搭載してですね、その AR でスマホをかざすと、その絵が一つのきっかけになって、その地域の説明をしてくれると、そういうのをどっかで誰かが 見たようで、そんな風にしたいということで、その看板を、でこの看板20何万お金がかかっているんですが、実際高知市がやっている、高知子どもファンドっていう、申請をするとですね、プレゼンをして認めてもらうとお金がもらえるという制度、自分たちで手を挙げてですね、プレゼンして実際に20万くださいと言って、もらうことができて、そのお金をもとに1年間、どういうふうにしたらいいかなということを考えながら、この看板を一番中心部に、置く看板を作りました。で、それが6年生の時だったんですが、次7年生、ここ中心だけに置いても、なんとなく人がこう、土佐山っていうのはどこから土佐山なのかっていうことが分かんなきゃいけないよねということになって、再びこの下の看板です。7年生になった時に、今度はこっから土佐山っていうところに看板立てようっていうので、それをいくつか土佐山の入り口のところに立てました。で、それを1年間、まあ、2年間プロジェクトしてきたんですが、看板立てただけで人来てもらえないよねと。そこをいつもその授業の最後に振り返りをしていくんですが、1年間の振り返りをした時に、やっぱり目的を達成はできてないという判断をしたら、次へ次へ考え始めます。で、この子たちは何をしたのかというと、町の姿勢じゃダメだと、じゃあ看板を見てこっちへ来てもらえるような土佐山へ呼び込む攻めの姿勢として、
看板かけたところで、バル祭りをやろうというお祭りを提案をします。そうするとその看板が生きるわけですね。ここからもうちょっと行ったら、この、ま、祭りをやっているところだよっていうのは分かりますので、で、もともとは春しかお祭りがなかったんです、このバル祭り。それを秋にもやりたい。なぜか紅葉がとっても綺麗です。もう一つはその紅葉が綺麗な中に柚子の黄色がいっぱいになるんですね。これを魅力を発信するためには春じゃダメだと、秋だということで、例年春に開催されていたのを秋に、再開催するように地域に提案をします。そこで先ほどの5年生の卵かけご飯とか、3年生も自分たちでパンを考えていましたので、そんなのを売ってコラボをするということで、作成した看板を有効活用しようということで、この子たち9年生までバル祭りを成功させて、地域のものをそこで売って知ってもらってということで、あの計画企画をしました。はい、数ある卒業生の取り組みです。今度はあの何これ珍百景に出てきた柚子祭りですね。ゆずが大変有名な地域なんですけれども、祭りがなかったんです。なので祭りをしたいと、これどうしてそんな風に思い出したのかというと、まず1番目に書いてあります、土佐山のゆずをブランド化したい。高知県では馬路村というところが全国区で大変ゆずで有名なんです。でそのゆず馬路村のそのゆずがどう違ってるのか、校長先生見に行きたいですという言いに来ました。ただ見に行きたいだけじゃダメとダメ出しをすると、また自分たちで考えて校長室でプレゼンをしました。なぜ私たちが馬路村に行きたいのか、で、それが分かりましたので、バスを1台借りて中学生全部乗せて、あの馬路村に行きました。で、ところが向こうへ行っていろんな勉強して、全く土佐山の勝ち目はなかったんです。2億円という生産高、まあ、生産そこから2億円という柚子の生産量が土佐山では上がるんですね。子どもにとって2億っていうのは大変大きなお金なので、自信を持って馬路村へ行ってですね、質問するわけです。土佐山の柚子の生産量、それの換算すると2億です。馬路村へおいくらですか？これ勝てると思ったんですね。ところが馬路村のその、農協の方が13億ですと言われて、こっぱみじんですよね。2億で自信を持っていったところが勝っちゃう相手は13億。もう勝てない。ということで帰ってくるんですが、でも、何かないかと考えたときに、馬路村までは高知市内から2時間半かかります。土佐山は30分です。距離が近い。これだということで子どもたちが考えて、柚子の香りの匂いが消えない距離、これが土佐山。なので祭りをしたい。で、柚子の香りがするものを売って、香りごと高知市内の町まで持って帰ってもらおうというのがこのゆず祭りのコンセプト。これ全部子どもたちが考えました。で、そうなるとここからあとはゆずの生産組合の方の中央研修会を借りて、こんなことしたいんですとプレゼンをします。それから実際にゆず祭りの開催ということで、あのテレビでやった前の年のことなんですが、土佐山で、土佐山地域の中でゆず祭りをやります。で、やったらあの2時間で計画していたのが50分で全て完売したんですね。喜んでました。全部売れたって、やったやったって喜んでいましたが、その時に教員の一言ですね。あなたたちの目的は何だったの？考えましたね。子どもたちは商品が売れることが目的だったのじゃないっていうことを子どもたちが言います。土佐山の PR をしたかったの。土佐山のものを買ってもらいたかったの。2時間っていうことで、どんどんあの宣伝もしてましたので、じゃあ1時間30分後に来た人は何にもなくて、それでよかったの。いやー、失敗だったね、ということで、子どもたち8年生の時でしたが、9年生でもう1回、ゆず祭りをやらせてください。ということで、やったのがさっきの。
自分たちね企業へ行ってプレゼンをしてお金をお金も 人的な援助もしてもらう3つの、まあ、土佐山に関連した企業に連れて行ったんですが、話をして6万5000円稼いできていました。で、それを資金にしながらいろんなことを計画をしてですね、彼らはお金で儲けがあったら全部地域に返すんです。何か高齢者施設もありますし保育園もあるので欲しいものはないですかということで、さっきのごとごとグッズももう作っては売れどん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 売れてしまって結構お金を稼いでたんですけど、それも全部地域へ返しました。でそんなふうにして、はい、2回目のこれが地域の方々にいて、こんなやりたいんですけどという話をしている時の写真ですね。地域の方がいろいろ意見を言ってくださって、それも吸い上げながら祭りを作りました。新聞でもこう取り上げてもらいました。それで再提案ということで、ゆず生産組合との共同開催、高知市中心部広め市場というのを聞いたことありますよか。あそこでやると県外の方も来てくれるので、そこでやろうと。で、自分たちでゆずの商品を開発するぞと。地域の人ばっかりに任せているっていうのは申し訳ない。いろんなケーキ屋さんとコラボもしていましたし、先ほどプレゼンに行った朝日食品というところは唐揚げ、ゆずを使った唐揚げ、それも、こんなものを作ってくださいと企画して作ってもらって、企業の人が来たら一緒に話して、ちょっとこれは味が濃いですねとかって言いながら直してもらったりとか、それからアーティストのゆずの事務所にも電話してました。来てくれませんかっていうので、はい、でもそれはもちろんブーでしたけれども、とにかく自分たちでほっといてもどん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 アイデアを出してですね、はい、ゆず祭りをチラシを作成して新聞に織り込むとか、岡崎市長や尾崎知事にも、まあ、言いに行くっていうのがさっきのテレビですね。ちょっとだけテレビで放送されたプレゼンの様子を見てください。こういう感じで、プレゼンをして、狙っていくのが大人とのやり取りです。とっさに聞かれて、それに対して答えられるっていう力をつけたいと思っています。そのためには予想もしています。どんなこと聞かれるだろう。で、この、朝日食品は3つ目なんですね。3つ目なので、どんなことを聞かれるのかっていうのは、もうあらかじめもう分かってる。で、あの子たちだけがやっているんではなくて、横にいた子が他の企業ではプレゼンし、なので全員がああいう形でプレゼンをしています。はい。で、先ほど言いましたように、岡崎市長のところにも行き、尾崎知事のところにも行って、尾崎知事なんかはとても中学生に会う時間はない、15分と言われたんですけど、結果的には非常にこう、興味を持っていただきまして、30分ぐらいお話をさせていただいたんですが、岡崎市長や尾崎知事のところに向き、そしてご挨拶までしていただいて、はい、当日はもう大盛況。ところが、反省がありますね。50分で完売してますね、1年前は。なので、2時間半という設定をしていて、2時間半持たすというのが、この人たちの大きなもう目標だったんですね。前は全部売ろうと思ったのを机の上にこうポンと並べたので、どんどん売れちゃったんですよね。それを少しずつ出すとか、それから、こう PR をする方法として、その日に食べられるものとか、そっちの方へちょっと行ってもらって、しし汁というのを作ったんですけど、そっちを食べてもらう、その間にちょっと人の流れをこううまく分ける、波を分けるとかいうのを自分たちで考えて2時間半持たせました。で、商品も完売をしたという状況です。はい、あと5分ぐらいなんです。詳しく、もっと動画いっぱいあるので見ていただきたいんですけれども、これはですね、その次の学年がやったのが、最初は土佐山の PR をするということでパンフレットを作っていたんです。ところが配ってしまうだけで終わってしまうと、これじゃダメだっていうことでですね、その2年目8年生の時には1回だけ知ってもらうじゃいけないと、何回も上がってもらうにはスタンプラリーだということで、土佐山
パスポートというのを作ってそれを配ります。で配ってそれもやったんですが、地域の人に頼りすぎてしまって自分たちの活躍する場面が出なかったという反省のもと、この子たちが9年生の時に何をしたかというと、土佐山のツアーを企画しました。なんでかというと、もう自分たち卒業する、今までいっぱい勉強して誰よりも土佐山のことを私たちは知っているんだと、そんなとっておきの土佐山の良さを体験してもらえる、そして自分たちが直接、話すことができる、そして土佐山に興味を持ってツアーに参加してくれた方を歓迎したい、大好きな土佐山に貢献したいということで、で、ツアーをでここで本当は動画があるんですが、この動画大丈夫ですか、時間がもうあれなので、実際にどんなツアーをやっているのか、5000円で旅行業者に実際に売ってもらいました。売ってもらって1時間で完売です。で実際に子どもたちがどういうツアーをしたのか、これもテレビに追っかけられたのがありましたので、ちょっと見ていただいて、ある一日のツアーで、お昼ご飯は地域のおばちゃんたちに頼んで土佐山の食材を使ってもらった、お料理を構えてもらう、そして先ほど言いました地域で有名なホテル、そこではコーヒーと、シェフの、そこのシェフの方にユズを使ったお菓子を作ってくださいというのを、それも交渉してですね、でそこで、お茶を飲んでもらう。だから土佐山に数少ない有名どころの五島五島市もそうですけど、あれどうしてタクシーなのかって、バス入らないんです、山の奥で。でそこでタクシー会社に交渉してですね、自分たち先ほど言いましたようにデマンドタクシーで子どもたちが通ってますので、仕込み業者を狙ってですね、安くしてもらわなくてはいけないということで、それで交渉してバスに乗り換えて、ああいうふうに行ったということですね。様子は今見ていただいたら、はい、バスガイド役で2人の子がずっと案内をしていきます。で、これが参加してくださった、右の上が参加をしてくださった方、そして、下にあるのがお料理ですね。食べきれないぐらいたくさん土佐山の食材を使ったお料理でした。はい。で、最後はどこへ連れていくのか。学者です。学校へ皆さんを連れてきたんですね。自慢の、私たちのってとっても自慢なものは最後は学校なんですということで、学校をずっと案内してですね。で、お年寄りが多かったので、そのお年寄りの方 にプレゼントで歌を歌う。上を向いて歩こうを歌うっていうことで、一緒に歌っていたら、お年寄りの方も涙涙、子どもたちも涙涙で、最後はすごくこう感激的な、涙でお別れをしました。で、アンケートもいただきましたけど、もう楽しかったっていうことで、またやってもらいたいというのが、その、アンケートで多かったです。はい、その下の学年がやったのが、彼らが、自分たちで目をつけたのが木です。土佐山の周りに森林がいっぱいありますので、その木、昔はその木を売って生計を立てていたんですけど、今はもう全然木材には手をつけていません。そんな中でこの木をどう売り出すのか、こんなに木がいっぱいあるのに、ちょうど東京オリンピックの前の年だったんですね。なのでオリンピックのホストタウン事業というのがあって、選手が合宿を張りに来るんですよね。その、来校選手に木で作ったカンナクズなんです、これカンナクズで、木をカンナクズにしてコサージュにして、そういうのをプレゼントすると。で式典やイベントで神奈川のリボン記章、ここによく講師の先生とかがつけてますよね、日本の。あれを木に変えてもらう。そうだ、東京オリンピックも開会式、閉会式があるんだから、そこのリボンを木に変えてもらって、土佐山の木を使ってもらったらいいということで、じゃあ10月にはクマさんが高知へ来るから直接直談判ねと、クマ健吾さんに言ったら叶うだろうということで、これもテレビ番組です。これもちょっと飛ばしますね。これは県庁へ行って、こういうのを自分たちが作るんですけど、何か機会ありませんかということで教えてもらうというところですね。はい、これは実際にホストタウン事業でシンガポールのバドミントンの選手が来たのを、英語で、高知県の紹介をしてくださいと県庁の方に頼まれて、英語でプレゼンをしているところです。はい、で贈り物にそのコサージュをプレゼントしました。熊健吾さんですね。なぜクマさんにかというと、クマさんは木で
あのオリンピックのスタジアムを作っていました。キーでやってるんだったらこれはもう絶対にキーっていうことで採用してくれるだろうということで直談判したんですけども、時すでに遅し1年前には全て決まっていて大変興味を示していただいたんですけども実現しませんでした。はい。ちょっとすいません。で、土佐山学があの発表会というのを毎年やっていまして、これが1年の最後の、行事になります。で、先ほど言いましたようにプレゼンをしたり交渉したりとかいう力をつけるために1年間で学んだことをそれぞれの子どもたちが5分だから全部は言えないです。自分たちが言いたいと思うところを5分にキシュッと縮めてですね、でそれでプレゼンをします。で、これは案外どこの学校でもやってるんですね、発表会って。で、先ほども言いましたようにこの後のポスターセッションですのでやり取りそれができるように1年生からです。1年生もとっさに聞かれてとっさに答えれる。それが上級生になったら英語で聞かれて英語で答えるっていうふうな、それをさせたいがために1年生から順番にやっていきますが、9年生はもう9回やってますね。なので、最後のもう卒業間近の9年生の9回目のプレゼンというと何にもミス何にもしなくてもそのままあのもう、言えるっていうような状況までになっています。これが9年間のこの流れを利用した一つのうちの売りになっています。でこれも実際に発表している場面があるんですが、それもまた飛ばします。どんな感じでプレゼンしているのか、はい、これ実際の様子ですね。ポスターセッションですので教室から廊下からホールからあちこち、いろんなところを向いてやっています。で、そこには子どもたちも地域の方も保護者もそして関連していろいろなところで先ほどの朝日食品の方とかいう方も来てですね、みんなでそこで、1年間どんなことしたのかということをやるんですが、ここでコミュニケーション力の大事なこと、相手意識ですよね。1年生が聞いているのに9年生が発表するときに難しい言葉使っても1年生には通じません。1年生に分かるようにプレゼンするにはどうしたらいいのかということをちゃんと9年生は考えています。はい。で、ALT に来てもらって ALT 高知市の ALT に何人か来てもらって英語で質問をしてもらえるようにしています。でこのお見せしたかった動画には英語でやり取りしているところも映っているんですけど大丈夫ですか？これもあのほんの少しだけすいません。これから
私は抗議家庭になった時の土佐山枠で森林を守る人を集める取り組みをしたいです。 Hello, my name is Hiromi. My name is Sanyu. My name is Shizuki. Today, let's go to the Youth Festival. 皆さん準備はいいですか？ Are you ready? Let's go!というふうに即興でエントリーする力ですね。はい、あれ9年生2級を取った子です。はい、テレビに出てきていましたけれども、はい、どこのグループもああいう形でプレゼンをやって、プレゼンポスターセッションですので、一人にたくさん来てもらいたいので、工夫もいっぱいしていくというところです。はい、いよいよ終わりです。子どもたちのこんな笑顔を見ていきたいという思いで、限らなく本物に挑戦をしてきた、私がいた7年、開校して今9年目、同じ路線で行っています。鳴門教育大学 の, 留学生にも助けていただいて、本当に学んだ英語を実際に使う。今年2月には全国の小学校 の, 英語の大会が、高知でありました。土佐山学舎もその学校の授業公開をする学校の一つに選ばれていたんですが、そこに来ていただいている佐藤先生に本当にお世話になって、とっても子どもたちはよく、頑張りましたねと佐藤先生にも褒めていただいて、教職員大変喜んでいます。英語そして、総合的な学習の時間、それをすべて本物へ挑戦、キーワードはオーセンティックです。これに今後とも、ずっと挑戦をしていきたいと考えています。ています。さっきの1年生が、これ5年生になった時、卒業した先輩が、ゆず祭りをもうできないということで、それなら私たちがやるぞということで、5年生の時に先輩から引き続いて、今この子たちが、ゆず祭りをやっています。で、この1期生も、ついに9年生になりました。最後のゆず祭りが、本当に地域と一緒に喜びを感じています。ちょっと時間が超過してしまいました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、ここから質問をいきたいと思います。ご質問のある方ぜひ、最初の方に聞かれていただいて、ズームオンラインで参加の方、チャットボックスにお書きください。オンラインの参加の方もですね、チャットボックスですとどうしても質問が来て竹崎先生がお答えするという状況だけになってしまいますので、ぜひ直接話されたいという方はですね、手を挙げるボタンで手を挙げていただいて、でありましたらマイクをオンにしてお話しいただければと思います。お願いします。それではいかがでしょうか。あ、はい、どうぞ。はい。鳴門教育 大学の大学院生の佐野と申します。あ、すみません、ありがとうございます。で、めちゃくちゃ興味深い内容でした。で、すごいこれを聞いて思ったのが2点質問がありまして、1点目が、僕もなんか地域活性っぽいことをやっているんですけども、僕みたいにちょっと若者というか生意気な人間がやってしまうと、めちゃくちゃみんなに風当たりが強くて、なんか喧嘩して周りの大人と喧嘩して終わっちゃうみたいなのがあるんですね。で、これで、富山学者の
あの小学生とか中学生であるからその子どもたちが、周りと大人たちと、まあ、うまく やれてるのかなっていうのがすごい感じたんですね。ってなるとあの周り その地域の大人たちが、子どもたちが どう影響を与えてその周りの大人たちがどう変わってるのかっていうのをちょっとか気になりました。それが1点目です。で2つ目が、ちょっとこれあのちょっと耳が痛いかもしれないんですけど、あの専門学者がめちゃくちゃ、まあ、倍率が高くていろんな地域から移住して、人が集まってるってことなんですけど、ってなってしまうとむしろ移住してまでここの学校に行きたいっていうことだったとモチベーションが高くて、もしくは能力はスペックがそもそも高いので、あのその戸田山学者の、教育効果でこういう子どもたちが育ったのか、もしくはその学力が上がったのかっていうのを突っ込まれてしまう感じがしてしまうんですね。なんでその入学した子どもたちがどう成長していったのかっていうのをちょっとお伺いしたかったです。お願いします。はい、ありがとうございました。一つはあの、まあ、地域との子どもたちの関わりっていうことですね。あの、先ほども言いましたように、もともと土佐山が、地域が一緒になって子どもを育てるというそういった土台があるところなので、子どもたちが何かやりたいということを言うと何とかして手伝えないだろうか、何とかしてこれを実現させることはできないだろうか。で実は子どもたちの発案だけでやってるように見えますが、そんなことはありません。水面下でものすごく教育と地域が、またはどっかとコラボするっていう、例えば市役所に行くとか小さなとこ行くって言ったら子どもは知らないんですけど、綿密の打ち出しをしています。で、でもこうしてくださいとは頼みません。地域の方とか企業の方に、もし実際にこれを実現させるとしたらダメだったらダメって言ってくださいと。ただ子供なのでもうあの立ち上がれないぐらい厳しい言葉というのはちょっと避けていただいて、でもダメだよっていうことを、まあ、そんなにあの潰されるほどひどいことを言われることはないんですけど、ちょっとダメ出しをしてもらうと子供はそれを持って帰ってもう一回あそこで断られたらもう一回くじけずに違う案で行こうよっていうことを話し合いをし始めます。地域の人もそうです。助けてはくれるんですけど、ちょっと無理だねとかっていうようなことはさらりと言ってくださって、それに対して子どもたちもあの諦める場合もありますし、再度チャレンジをするっていう時もありますので、まあ、本当にウィンウィンの関係ってさっきも言いましたけど、最近はよく地域の方が言われるのが、これだけ子どもが頑張ってるんやけん、もう地域ももうちょっと頑張らないかんっていう土佐弁で言うとそういう言い方なんですけど、そんな影響を与えているということが1点目です。でもう一つは、その県外からも来るんですが、まあ、英語をやりたいからということで来るあのご家庭も確かにいますけど、まあ、非常に少ないです。でもともとはあの入りたいと思っているその願いの一つは、先ほどちらっと言いましたけど、純粋に、まあ、このテレビによく出てる学校だからというよりも、どっちかというと支援の必要な子どもたちが、周りが自然でのんびりしてるからとか、ここだったら少人数なので担任の先生が関わってもらえるのがもっと30人の学級よりか綿密にできるだろうとか、16人しかいないのでとかいうことで選ばれる方の方が多くて、いわゆる英検2級取りたいのでここへ来ましたとかっていう人はあんまり多くないですね。あの中には何人かいますけど、なので、学力っていうのは来た時にはあまり高くないです。でもこの総合的な学習の時間に実際に勉強するときに教科の力を使っていくわけですよね。どんどんさっきも言ったように家庭科の時間のことを習ったことを、栄養分のこと、それ知識だけじゃないんですよね。のタレを作るためには何の栄養素を混ぜたらいいのか、あの学年の子どもたちは次に土佐山の食材を使ったお弁当っていうのを作り出すんです。でその弁当どうするのかっていうと、土佐山は長生きをしている人が多いのできっと食材にそういった長生きの秘密があるんだと、まあ、家庭科の知識を使う、それからプレゼンするには国語でプレゼンテーションの仕方とかいうのをそれを使う、
つまり教科をどんどん使っていきますので、非常に学力は上がってきてですね、もう9年生になったら、あの全国の 学長、あのテストもありますけど、平均点が10点とか、英語は20点ぐらい上になりますね、だいたい。でもそれは特になんか厳しい勉強してるわけじゃなくて、やっぱり総合的な学習の時間の力だと思っています。なので、はい、あまりその入学した時に力がついて、あんまりあの本当に課題がある子がどんどんこう成長していくっていうのを見れて、私も大変あの嬉しかったことを覚えています。はい、お答えになっていますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すみません、じゃあ次はオンラインから、オンラインで質問がいますので、はい、はい、子どもたちが自分たちで動き出すために教師からの的確なフィードバックが行われているように感じましたが、教員はどのような立場でこの学習に関わっているのでしょうか。また教員としてはこの役割の変換、教える立場からコーディネーターのような立場が難しいと思うのですが、教員内での狭山学表や進め方についての共有はどのようにされていたでしょうか。はい、ありがとうございます。いや、教員の役割というのはすごく大きいです。先ほどもちらっと言いましたように、準備段階はものすごく入念にあのやります。で、今の校長、福井校長が実は土佐山に今年で24年25年いるんです。土佐山中学校の時からずっと合わせるとそれぐらいいて、 お母さんもお父さんも教えた、お姉ちゃんもお兄ちゃんも教えた、土佐山地域の人はみんな知ってるみたいな、そういう、彼女が土佐山学の担当していましたっていうこともあって、どんなことをやらしたいかっていうのは一応頭の中に教員はあります。でもそれは絶対に言いません。言わなくて、子どもたちにいろいろと喋らせている間に、その意見がポイッと出てきたときに、あ、それいいねみたいな、そういう役割ですね。なので結構子どもたちがこう 何をやっていくのかっていうのを自分たちで考えて最初から計画していくっていうのは、それ小学校3年生4年生には難しい話なので、だからどんなことが今まで学んできたことを使ってできるのかっていうことを教員同士で、4月の組織職員会の後でも話し合いますし、夏休みまでの間の職員会でずっとグループで話し合いをしてですね、低中高とかブロックに分かれて話し合いをして、どういうふうに持っていくのかっていうことをあらかた頭の中で、考えていきながら、それを言わずに子どもたちが気がついたところとか、そちらの方へ、まあ、誘導するほどは引っ張らないとは思うんですけども、そういったような役割をあのしています。なので、かなり準備は、はい、あのしていますし、お金もかかります。いろんなことをするのにですね。お金を取ってくるのは私の役目なんです。コーチ氏はあのプレゼンをすると、そのプレゼンをするしてこれぐらいお金がいりますよっていう校長のプレゼン大会というのがあってですね、それに毎年出ました。出て、だいたい50万欲しいなと思うと100万ぐらいに書いておくんです。はい、で私もスティーブ・ジョブスにならなくてはいけませんので、原稿見ません。原稿見ずに、その彼のスティーブ・ジョブスのようにプレゼンするステージの上で歩き回ってですね、これにお金をくれなきゃどこにお金やるんだ、バリバリやってですね、3年4年間ぐらいで、50万を3回4回ぐらい結構もらいました。はい、それとか企業を回って、先ほど6万5千円って言ってましたけど、もうあの構わない程度でいいのでっていうこともちゃんとお話を事前に言って、まあ、校長としては営業活動みたいな感じですね。名刺持って行って、子どもの、あのプレゼン聞いてくれませんかとか、はい、担任はその大きな枠の中で何をどうするのかっていうことを話し合いを、その福井校長が担当だった時にはもう実に的確な
アドバイスをその彼女が入れるわけですね。それを受けてで行き詰まって授業ができなかったら福井校長がまだあの教員の時に入ってどんどん一緒に授業をやる、そんな役を彼女はした人です。今校長になっていますが、なので彼女がこうついてきた、それにみんながついてきた、もし分からなかったら指導主事よりもっと話ができるかもしれないぐらいの知識を持っている、そんなようなところで教員の役割として、まあ、本当にファシリテーターであったりコーチングの立場だったりとかいう総合のことについては絶対に前に出ない、引っ張らないというのがあの自分たちの鉄則でした。はい、お答えになっているでしょうか。はい、ありがとうございます、はい。そしてまだたくさん質問があるんですけども、あともう一点、質問をお聞きしてその後、パネルディスカッションに移りたいと思います、はい。でちょっとまた12時以降延長戦で、はい、あのできるだけたくさんの質問にまたお答えいただきたいと思っています。はい、留学生の皆さん何か質問とかいかがですか、せっかくなので。 Any question? Fine. OK. お願いします。Thank you for your presentation. Yes, your students are doing amazing things when it comes to product. プレゼンテーションありがとうございました。マーケティング、それから商品化の話がありましたけれども、その工場なりにですね、そのメンターとして誰かを取り入れるとか、そういうことは考えてますか？で、そうすることでですね、学生たちも子どもたちもあのキャリアのゴールが見えるかなというふうに考えました。いかがですか？はい、ありがとうございます。プレゼンに行ったところの企業では、将来うちへ来て勤めてほしいと言われたあの企業の方もいらっしゃいます。はい、で、市役所も県庁もあの市長さん知事さんがぜひ市役所それから県庁に入って、あの仕事してほしいと、あのまた先ほど言いました土佐山アカデミーという、まあ、NPO 法人ありますのでそこにも帰ってきてほしいとかですね、土佐山にある企業そこでも働いてほしいと、すごくあの会社からはこういうプレゼント力、英語もまあまあそこそこあのできるようになりますので非常にあの、まあ、冗談半分みんながニコニコ笑って教員の方は言ってますけど、あなたたち就職決まったねとよく話をするんですけど、あのそんなふうには言ってくれていますね。はい、お答えになっていますでしょうか。Is it okay? ありがとうございます。はい、それではちょっと一旦ここであの、はい、いただきます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。パネルディスカッションに移りたいと思います。本日のパネリストの方すいません、前の方にお願いいたします。はい、それではここからあのパネルディスカッションに移らせていただきます。地域とともにある学校に向けた取り組み、これからの学校と地域の目指すべき姿ということで、この分野に精通 されてます3名の先生方に、よろしくお願いいたします。竹崎優子先生、高知大学准教授、お願いいたします。石坂弘樹先生、鳴門教育大学、教授、します。早戸恵里先生、鳴門教育大学教職大学院の院生なんですけども、高知県の公立小学校の先生、します。それではですね、最初に私の方から、簡単にですけども、今日のテーマについて、お話しさせていただきます。で、その後、3名の先生方に、議論いただくという形にしたいと思います。少子化人口減少社会ということで、まあ、改めて言う必要がないかもしれないんですけども、小中学校の児童生徒の数の推移ということで、過去最高だった1958年から 53% 減とですね、で62年の732万8000人からも 56% 減ということですね。まあ、私もこれ見て本当に衝撃を受けたんですが、改めて数字にしてみると驚く数字ですよね、これね。で、学校数に、まあ、それに伴って学校数も減ってきていると、そうですね。で、全国の小中学校数の数っていうのは毎年200以上も減少しているということだそうですね。で次、新聞記事をいくつかなんですけども、共同通信、昨年の7月ですね、
10年間で児童生徒が 30% 減った自治体というのが1892市町村のうち346ですね、約5分の1ぐらいがもう、児童生徒数が 30% 以上減ったと。で、小学校数はですね、10年間で約3000校も減っているということです。2つ目が東京新聞の元旦の今年の元旦の記事なんですけども、まあ、少子化の波いよいよ東京にもと。まあ、地方の方はですね、過疎化少子化が進んでいるということは前々からあったんですけど、東京にもということですね。で、公立小の児童数がこの11年ぶりに減少すると。で、学校進む学校統合ということで、減少率は5年間で今後5年間で 8%、 10年間で 18% と。で、町田市ですね、今公立小学校が42校あるらしいんですけども、2040年までは26校とするという、そういう計画を策定したと。ここまでは人口減少少子化社会ということなんですけど、ここからですね、平成27年12月の 中教審の答申で、地域とともにある学校ということも、言われ始めました。まあ、これまでも開かれた学校とかっていう議論はたくさんあったんですけれども、この時に、地域とともにある学校への転換で、子どもも大人も学び合い、育ち合う教育体制の構築、学校を核とした地域づくりの推進と、これまさに竹崎先生がご講演いただいた内容だと思います。で、学校を核とした地域づくりの実践内容例ということで、このような8項、言われている、研究もありますですね。はい。で、翌年ですね、平成28年新学習指導要領、まあ、もう新ではないかもしれないんですけども、そこでですね、中教審答申ということで、知識、技能、思考力、判断力、表現力、学びに向かう人間性というところで、社会に開かれた教育があてということが言われるようになりました。で、何を学ぶか、どのように学ぶかで、実施するために何が必要かということも始めました。はい、はい。でそこでですね、今日の、パネルディスカッションの議論のテーマなんですけども、人口減少社会に伴って、また地域とともに学校に、地域とともにある学校に向けた取り組みということで、これからの学校と地域の目指すべき姿ということで、目的、内容、方法の3つの視点から、パネリストの方にですね、お話を伺えればと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速よろしいでしょうか。はい。じゃあ目的の方から、いますね、目的からいきたいと思います。それでは、静高先生から。はい、あ、もちろんです。はい、はい、いいかな。はい、了解です。はい、お願いします。はい、大丈夫です。はい、皆さん、こんにちは。鳴門教育大学で教員をしている石坂と言います。で、私どんな人かということでスライド1枚で説明しようと思うんですけど、まあ、留学と仕事で中南米に7年間ほど住んでいました。で、まあ、JICA の国際協力機構 JICA のですね、国際協力の仕事で、まあ、中南米だったらアフリカなどに今まで行ってきた経験があります。まあ、それの関連もあって大学で研修っていうのを担当するんですが、その中の一つに、まあ、学校運営、地域の人に参加していただいた形の学校運営っていうのはどういうふうにしたらいいのかっていうようなテーマの研修も担当しています。で、その傍らですね、国内で何か自分できることないかなということで、たまたま縁をした東三好町って、これは徳島県にある、どちらかというと、まあ、内地というか、西側の地域なんですけども、そこの東三好町のコミュニティスクール、 CS って書いて、すいません、コミュニティスクールっていう学校の支援をさせていただきました。先ほど土佐山学者の、方もコミュニティスクールの一つであるという説明がありましたが、同じように学校運営協議会のある学校の支援というのを、4年、ほど、行っておりました。はい、次お願いします。で、最初にですね、東三好町で支援をしている傍らですね、教育庁にお願いをされまして、何かこう10年間コミュニティ、東三好町っていうのは、10年間コミュニティスクールをしてきたんだけれども、まあ、当時2008年から2017年
です。で、インパクトを調査というか、何か成果が見えないでしょうかっていう相談を受けました。で、それで、まあ、いろいろとアンケートとかインタビューもしましたし、毎年ね、皆さんもご存知の、全国学力学習調査、というのが、国の、テストだったり、アンケートだったりということでされています。そのデータも10年分チェックさせていただきまして、その中身をちょっとギュッと取り出してきたのでちょっとお示ししたいなと。これは地域と学校の関わりで、どういった成果があるのか、また、課題として残ることはどんなことがあるのかということで紹介します。まず最初にですね、成果というところではいろんな成果があって、先ほど竹崎先生がもういっぱいお話しいただいたんで、私はデータから見るというところで言うとですね、全国学力学習調査の、アンケート項目で、自分には良いところがあるのかあると思いますかっていう質問が項目があります。で、それを10年分こう10年分といっても途中実施してない時期があるので、全部でまあ6回分ですかね、の結果が出ているんですが、その何て言うんでしょう、自分には良いところがあるととても思うと言っている子どもたちが増えているということが、分かっています。ちなみにこれは中学校3年生の、調査の結果について、毎年取った見たところは、まあ、明らかに、まあ、高くなっているかなというところが見てきました。次お願いします。で、インタビューとかアンケート調査もさせていただいたんですけれども、まあ子どもたちがですね、地域の人と触れ合う機会が多くなるということで、まあ、勉強もできるし、まあ、地域での安心感というのも得られるし、また先ほど竹崎先生のご紹介があったように、総合学習、これがすごく充実できると、またキャリア教育というのも非常にいいものができるということで、成果としてよく掲げられていたと、分かってきたということになります。で、その中でも私が注目したのは、やっぱり人間関係というか信頼関係が、子どもたちと地域の人で、地域の人から見ても子どもたち、また先生たちですよね。この、まあ、大きく言っても保護者もいるんで、まあ、4者間の人間関係というものが作られていく。で、その中で信頼関係ができて、まあ、地域や、地域の学校の課題だったり、テーマについてはみんなが一緒に考えて、協議し、どんなことができるのかっていうのを考えて実施をしていくと。で、その実施したこと、まあ、実施自体も、一緒にやっていくということもありますし、その成果だったり、結果ということをみんな共有していくという、この流れができるということが非常にコミュニティスクールの活動の大事なのかなというふうに感じました。次お願いします。それでですね、まあ、ちょっともうすでに述べた点ではありますが、教職員の、ね、方々も、実際はその地域の人っていうのはいろんな専門性だったり、まあ、農業もあるでしょうし、まあ、違う何かの具体的な企業で働かれている方もいらっしゃると思うんですが、教員自身が知らないことっていうのをまた地域の方から教えていただけるっていうところが非常にまたメリットになっているかなということも、分かってきています。はい、次お願いします。はい、他方ですね、もちろん課題は様々あります。で、一番の問題としてよく挙げられるのが、人口が減少していくというところで、まあ、地域の方の人数もちょっとずつ減っていくというところもあります。後継者問題というんですかね、今現在いらっしゃる方が、地域の方が学校を支援してくださったり、一緒にいろんな活動をしてくださるというメリット、また人間関係もできていくんですが、じゃあ10年後どうするのか、20年後どうするのかといった時の後継者の育成というところが非常に大事になってくる。まあ、お金の問題ももちろんありまして、まあ、今竹田先生がね、営業マンとしてお金を取ってきたので、まさにその通りで、実は東明府省も教育長がまさにそれをされていまして、すごいいろんなお金をですね、引っ張ってきて、活動を実施していたという経緯があります。あとはですね、まあいろんな人が人間関係できていくんだけど、まあ、全員の方が参加しているわけでは当然ありません。まあ、そんな中で、教職員の中でも地域とのつながりを知らない、経験があまり少
少ないという方もどうしてもいるので、そういう人たちから見ると、なんか追加的に、もう一つ仕事をやらなきゃいけないのかなってイメージが、まだ拭いきれてなかったというのは、この東三好町では、見られました。はい。次お願いします。はい。あとは、東三好町独特な実情ですけれども、どうしてもこう教職員の方は教育に重視、注力していただくということもあって、相対的には、事務職員と地域住民が活動実践を担っているという部分があります。で、学校運営協議会に来る院の間では情報共有がかなりできているんですけども、もう少しこう活動には参加しているけど、運営協議会の院でない方が情報が届いてないというようなことがあったので、そういうことをしっかりケアする必要があったなというふうに感じました。はい、次お願いします。はい、でここからはですね、ちょっと話変えまして、で国際協力ということを私の仕事の中で一つ、大きな仕事の中の一つとしてさせていただいてまして、そのことについて少しだけ紹介いたします。で国際協力を JICA はですね、みんなの学校プロジェクトっていうのをアフリカ諸国で実施をしております。これは住民が参加した形での学校運営を、運営制度っていうのを導入するというプロジェクトですけれども、2004年にニジェールで始まりまして、現在はアフリカの8カ国、5万3000校と書いてありますが、多くの学校で、日本の学校運営協議会みたいなものを導入して、学校運営を実施しているということです。で、日本の、コミュニティスクールとの大きな違いはですね、この学校運営協議会の委員は選挙で選ぶと。これは民主的なシステムを導入した方が、アフリカの場合はシステムとしては妥当であろうという判断のもとで、委員は選挙で選ばれて、選ばれた人たちが協議をして、いろんな活動を一緒に考えていくということです。で、もう一つの特徴としては、学力向上というのが、まず第一に大事な、活動のポイントとなっています。で、補習活動、学習というのを、授業の質の向上も大事ですが、子どもたちがその授業外での、また家庭とかでの、学習時間を増やすということが重要だということで、これに関連した活動というのを推進をしています。次お願いします。で、これは JICA さんからもうホームページを見たらすぐ見れるデータなんですけども、みんなの学校のプロジェクトの成果として、一番その大事としている学力向上ということで、これまで、学校運営協議会がなかった、あるいは活動がなかった学校がこれを活動実施することでどれぐらい学力が上がったのかということで、四則計算、算数の成績ですね、それが左側ですけども、マダガスカリやニジェールで上がってますよっていうグラフになりますが、右側も同様に読み書きですね、国語の能力も上がっているということが成果としてまず掲げられています。それ以外には学校環境の改善、学校の改修とかも地域の人が手伝って、なるべくお金かけないでしてみたりとか、教育活動にも参加していただくというケースももちろんあります。はい、お願いします。はい、で、鳴門教育大学ではこの、みんなの学校の研修もしているんですけども、どんなことを研修の中でしているかというと、3週間大学の方に、アフリカの国の教育委員会の職員の方とか学校の校長先生などに来ていただいて、日本の教育制度だったり、日本のコミュニティスクールの制度だったり、あるいは国際的なコミュニティスクールの活動などについて講義をします。で、また日本の教育委員会にも訪問していただいたり、学校のも訪問していただいて、コミュニティスクールの活動について視察をしていただいています。はい、で、それが終わった後に実際にこんな制度のプランがありますので、これをまず学んで、じゃあどの部分を自分の国で導入しようかな、修正して導入しようかなということを検討してもらうという内容にしています。で、国際協力での学びというのは、これは私にとっての学びというんですが、地域の方と一緒に学校のことを考えていったり、何らかの活動をするというところに関しては、成果も課題も日本と海外ほとんど変わらないかなと。
海外のこの JICA の場合ですと、学力向上っていうのをすごく中心に据えてますけども、先ほどお話、竹崎先生もお話があったように、日本でももちろん学力向上っていうのは大きな柱の一つになっています。そういう意味では、成果っていうのも見えてきていますし、課題も、あまり変わらないかなというふうに思います。まあ、その意味では、私がアフリカに行って、国際協力なんで支援ということで行くんですけども、実際に地域の方とか学校の、ね、先生からお話聞くと、そんなエピソードがあるんだなっていうのは結構学べることが多くて、勉強になるなというふうに、国際協力なんですけども、私が何て言うんでしょう、学べる機会になっているかなというふうに思います。で、もう一つ言えると、補修活動で、JICA のプロジェクトではかなりそれを視覚的に見えるように事前事後ということで、テストなんかもやったりしています。それをそのままやるっていう必要はないかと思うんですが、そういったことも、成果を、見えるようにするという意味ではツールとしては、いろんなやり方があると思うんですが、その中の一つとして、使えるかなというふうに思いました。またもう土佐山学者の方はされていることですが、普通のコミュニティスクールですと地域と学校っていうこの2社、保護者もいますけども、関係で地域内で完結することが多いんですが、そこで完結せずにもうちょっとこういろんなアクターというかね、登場人物を、外から招待したりコミュニケーションを取って、連携を広げていくと、もう少しこう、活動というのも豊かになったり、するのかなというふうに、感じています。CS、そのコミュニティスクールの枠組みというのは一つありますが、その発展の形だったりスピードだったり内容というのは千差万別ですので、それはそれぞれの地域学校で、決めていけば何でもいいんじゃないかなと思います。はい、で最後ですかね。次、はい、で長くなりましたが、目的内容方法、どんなことが考えられるかということで、私個人ちょっと考えてきたことを書いたんですが、先ほどの説明と重なりますけども、目的っていうのはもちろん教育効果を高めるということや地域の活性化、学校の活性化ありますけれども、大事だなと思うのは信頼関係を醸成する、人間関係を作るってことがものすごく大事だなっていろんな人にインタビューしてよく分かりました。でその中で、子どもファースト、子どものためっていう部分がまずあると思うんですけども、そこで活動したり支援をしたりいろいろ裏で頑張る先生たちが、自分たちもね喜びややりがいを感じ得れるっていうことが、持続可能にするためには非常に大事かなと。大変だったけどやってよかったなって先生たちや地域の人が思えれば、じゃあまた頑張ろうかっていう方になると思うんですね。ですので大人もケアする必要が、あるんじゃないかなっていうのが私の中で考えているところです。で内容は何でもどんな活動でも、みんながやろうっていうことであればいいのかなと。大事なのはもう一つは情報共有ですよね。情報が、伝えるべきことと伝えるべきでないこともあるかと思うんですが、なるべく伝えてもいい内容は、より多くの人たちで共有できることが大事かなというふうに思います。で方法も今言ったことと同じで、話し合いですよね。情報共有とともに話し合いというのを熟議ということで、同じ何て言うんでしょうね、立場というかそこには差はなく同じテーブルに、を囲んで、同じ当事者として、立場は違うけれども同じ当事者として話し合っていけるってことが大事かなと。で活動もすごく多くなってきたら取捨選択も思い切ってしてもいいと思います。もう今年はこれはやめようと。でもまたやめた分何か新しいこと考えられるかもねっていうような形で、一度やったらどんどん増えていくっていう雪だるまは絶対やめた方がいいかなというふうに思います。また苦しいなとか大変だなと思ったらそのまま関係者で、それは学校内でっていうこともあるかもですが、地域の人にもちょっとここ学校の先生やるの大変なんですっていうことをストレートに言ってもいいと思うんですよね。当事者なんですね。というようなことが学びかなと思いました。以上、長くなりましたが私のまとめた話したところになります。久坂先生どうもありがとうございました。日本の話から海外の話まで、また目的内容方法課題も含めていただきますけど、今後の下になるような話もたくさんあったかと思います。ありがとうございました。ですね、時間がもう迫ってるんですけども、もう延長戦でやりましょう。せっかくもうこれ面白い話なので、興味深い話なので、もう時間を取っ払ってですね、ぜひ話していただきたいことを目いっぱい話していただければ我々としても嬉しいです。で、目的内容方法と分けていくという、私最初話したかと思うんですけども、もう全部
お一方ずつ話していただいて、でその後、会場の皆様、オンラインの皆様含めて、議論ができればと思います。お願いします。はい、あ、はい、じゃあ、早く先生、お願いします。すいません。失礼します。私は高知県の小学校で、高知県では働いて8年目になります。で私立入れたら9年目の勤務になって、まだ学級担任しか経験したことのない身なんですけれども、その地域と共にある学校に向けた取り組みとして学級担任として何ができるかなってちょっと考えてみました。でまず目的としてはやっぱりその子どもや地域の人とのつながり、あと保護者だったり教職員とのつながり、先ほど先生もおっしゃいましたが人間関係のつながりとか深まりっていうものがすごい大事じゃないかなっていうふうに感じています。で、コミュニティスクールに関しまして、私が今勤務している学校では今年からその学校運営協議会っていうものが設立されたというふうに校長から聞いておりまして、その子どもたちの学びがより豊かになるために地域の方に協力をいただきながらまた学校としてこのような経営方針でいきますっていうことを共通理解を図る場、また、協力していただける場にしていくっていうように、聞いております。教職員も多いのでみんなで一丸となってその一つの方向を向いて子どもを育てていくっていう視点だとかマネジメント力っていうのも学校にすごく必要なんじゃないかなっていうふうにも感じています。内容と方法は一緒になるんですけれども主に先ほど先生もお話しされてたんですけど私も生活化総合的な学習の時間っていうものを軸に研究している学校に勤めたことがあります。やはりその生活化総合的な学習の時間を通してその弾力的なカリキュラム編成を作成したり、工夫するっていうことによって子どもたちの学びがよりオーセンティック本当にその本物の学びになるなっていうことを実感したことがあります。それでやはりその子どもにとって本当の学びっていうものを提供するには学校の中だけじゃなくって地域の方とか地域の人ものことを存分にその巻き込んでいくといいますかうまくその地域人材であったり環境っていうものを巻き込んでいきながらその地域のためにこういう例えば小学校だったら2年生で生活化したことがあるんですけれどもここの地域ではトマト作りが有名だから自分たちも作ってみたいなっていうことでその栽培の仕方をの実際に農家さんに教えていただいたりその農家の農業の知識とかは教員私たち持ってなかったのでちょっと地域の方にトマト農家やったら田村さんって方が有名だなっていうふうにちょっとリサーチをして夏休みの間にちょっとお話を伺って協力していただけませんかっていう綿密な打ち合わせをして実際にその子どもが行ったりだとかで地域の方に教えてもらっておいしいトマトができたしその田村さんはすごく甘いトマトを作ってるからその自分の市だけでなくって高知県全体に広めたいなっていうことでじゃあ自分たちは何ができるかなっていうふうに子どもたちが学びを自ら展開作っていってでそれでポスター作ろうかなとかちょっと駅にその紹介文を書いて貼ろうかなとかってじゃあそのために紹介する文を作るには国語のスキルがいるから国語の説明文の勉強が必要だとかグラフとかにまとめたいから算数の知識を使ってまとめようだとかっていうその子どもが必要性にこれを学びたいからこのスキルが必要だからってなんか必要に応じて学びを選択しながら学習展開していくっていう姿を見たことがあって、まあ、それでその地域人材を活用したりその地域の財を活用することであ私たちの住んでいる地域ってこんな素敵な場所があるんだなとかこの人たち優しいなじゃあ自分たちも将来
何かできることはないかな、貢献できることはないかなっていうような思いがどん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 膨らんでいくような、あの学習になったなっていうような経験がありまして、うん、だからその学校の 中だけで学びをとどめるんじゃなくって、どんどんその地域に目を向けていって、でまた子どもたち、私たちが学校が目を向けるんじゃなくて、地域の方にもこういう取り組みをしていますっていう協力を得るような姿勢っていうのがすごく大事じゃないのかなと思ったり、そのコミュニティスクールの役割としてもその一つに担う重要なポイントなんじゃないかなっていうふうに感じているところです。すみません、話がまとまってないですが、一旦はいお返ししたいと思います。はい、早田先生どうもありがとうございました。必要に応じてというところとか、教員がコーディネーターとしての役割という、先ほど竹崎先生からのお話もありました、その辺がやっぱりオーセンティックになるためのキーワードなのかなと思いました。ありがとうございます。すみません、ですね、今日の竹崎先生の、プレゼンテーションの英語版ですね、あとこの、パネルディスカッションのプレゼンテーションの英語版を先ほどチャットボックスに入れましたので、あの留学生の方、外国から参加の方、ぜひダウンロードしてまた聞いていただければと思います。すみません、竹崎先生、お願いします。はい、ありがとうございました。もう私はさっきの話の中で、すべてなんか目的とか内容、方法についても、その都度その都度、これがっていうお話はしてないんですけど、おそらく伝わっているんじゃないかと思います。まあ、本当に土佐山100年構想という一つのプロジェクトでスタートしたっていうのはきっかけになっていることは確かです。その大きな目的、何のために土佐山学舎が地域とつながる特色を持った学校になっているのかっていうと、やっぱり地域の活性化っていうことが一番ですね。もう統廃合されてっていうのは、先ほど最初に草加先生がおっしゃったように、どんどん統廃合されています。実は土佐山学舎がこの学校を立ち上げる前に、市の議会で、どうするかという話し合いがあったときに、バスで通っているという話をしたと思いますが、土佐山村にはバスがあったんですね、子どもたちの。そのバスに乗せて下の、つまり中心部へ降ろしてこいと。わざわざそんな高いお金をかけて、新しい学校を作ったところで人は来ない来ないから、それなら下へ下ろした方が早いという時に、やっぱり一番抵抗したのは地域の方。地域から学校が消えるというのは、もう本当にコミュニティがどんどん衰退していくという始まりになりますので、やっぱり学校ってその地域にはなくてはならないものだというふうに思います。でそのために、やっぱり学校を残す一つの方法として、逆の発想ですよね。もうどんどん子どもたちがいなくなったら学校なくしていく、統廃合していくんじゃなくて、ならそうならないように一歩手を打つためにはどんな方法があるかって、だからモデル校として頑張ってくださいというふうに言われたんですが、やっぱりそういった今までの常識、普通に考えられていたことと逆の発想で、で当初はあんまりうまく、じわじわと増えるんじゃないかというふうに言われていたようなんですけど、私は自分が任されて3年かなと思っていました。3年間の間でガラリと変えないと、人の意識ってじわ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 変わっていくとあんまり目立たないので、打って出るなら3年間の間に勝負をかける、だから結構いろんなことをやって、でそういうことで高知市内の、方々にある程度こうインパクトが伝わったら来てもらえる。そうすると学校が存続する、地域はやっぱコミュニティは衰退しない。土佐山村自体も非常に閉鎖的な村だったと聞いています。だから地区外から人を受け入れることイコール子どもにくっついて保護者も受け入れるということになりますので、やっぱりその風通しが良くなるというか、やっぱり、閉鎖的なところじゃない、そういったそこを打ち破る一つの学校が窓口になっているっていうようなこともあるんじゃないかなというふうに思います。で内容としては、やっぱり土佐山の魅力、それから学校の魅力もあるかもしれません。素敵なところをたくさんの人に知ってもらいたいっていうのがコンセプト一番中心にあるんですけれど、
どちらの先生も言われていたように、もう何であっても大丈夫じゃないかなと。一つのそれはまあ教材とかであって、それを使ってどんな力をつけるのかっていうのが一番の大事なところで、まあ、土佐山学舎の子どもにはあのみんなの教職員の願いとして、ああいうふうに堂々と人前で話ができて対等にやり取りができるという力をつけられるためには、どんな、題材、どんな教材がいいのか、それが地域のものと関連しているとなおいいと、もうずいぶん9年も経つとですね、ネタ切れになってくるんです、実際のところ。で今ちょっと転換しているのが、土佐山のいろんなものを使って、この SDGs のあの、それで、例えば土佐山の食材、捨てられるようなそのものを冷凍保存しておいて、でそれを、子どもたちが企業と一緒になって、あの商品化をまた考えて、そしてそういう無駄をなくしていくなんていうのに昨年は取り組んでいました。あのなので、ま、内容は本当にあのどんなものでもいいんですが、その学校がまたその地域がどんな力を、地域住民としてもそうだと思うんですけど、子どもにつけさせていきたいのかということからあの考えると、おのずといろんなものが出てくるんじゃないかなと思います。で方法としては、あの伊坂先生も書かれているように、やっぱり一方通行ではなくて双方向、それもあのお話の中で言いましたけれど、どちらもがウィンウィンの関係になる。で、私が行く前には学校運営協議会の通信みたいなのを出していました、校長先生が書かれてですね。でもめちゃめちゃ忙しかったので時間が取れなかったという言い訳もあるんですが、でもいくら字でそういうのを配っても読んでもそんなに分かってもらえないなと思って、まあマスコミだとですね、テレビで放送されるとやっぱ地域の方は喜んでくれるというのありますね。で学者がどんなことしてるのかっていうこともよく伝わりますし、なのでじゃあ次はあの協力もしなくちゃという人のこう窓口が広がってくるっていうこともありますので、本当にやっぱりそこの真ん中に子どもたちがやっぱり座っているっていうのはあのいいかなというふうにはあの自分がいて感じるところですね。はい、なので、まあ、方法としては、何度も言いますが、こう双方向どちらもがこううまく、いいところがあるっていうような、そんな方法で、学校が今後やっぱり持続可能、ずっと残っていけれるような方法っていうのを探していくっていうところが結論じゃないかと思います。以上です。竹崎先生どうもありがとうございました。先ほどのそのバスがあるとで人口が減ってると、そしたら、ね、土佐山の子たちを、ね、市内に連れていけばいいんじゃないかと、まあ、そういう発想になりますので、多分日本のほとんどの自治体が多分そういうふうな取り組みで解決していってるんじゃないかなというふうなと思いました。ございます。それではですね、ここから、自由にあの質疑応答に移りたいと思います。もうどんな質問でも結構ですので、質問等ございましたら質問等コメント等もよろしくお願いいたします。あ、はい、すみません。じゃあ、あの質問というか感想かも分かりませんが、あの先ほど逆転の発想ということで、本当にこう小さな学校に他のところから、お子さんたちに来ていただくというのはすごく、まあ、いい取り組みだなと思ったんですけれども、例えばということはとちょっとなかも分からないんですけど、土佐山学舎で、まあ、例えば他の学校とかそういったところも同じようなこう地域の資源だとか、そういったものがあるのに土佐山学舎でこう実現あのそれ今やってることが実現できたっていうのは、おそらくちょっと私の考えでは、いろんなところからこう子どもたちがやってきて、こう多様な人たちがこう一緒に勉強するようになったっていうことと、あと外国語っていうそのツールというか言葉を言語を使って
いろんな国のこと、まあ、いろんな国の言葉ではない、英語とまあ日本語でしょうけれども、そういう多彩なことに触れるっていうようなこと、っていうのがすごく、なんか、その、土佐山学者の今の姿のがあるのと、あと学者、社学一体っていうんですか、まあ、社会、教育との一体っていうのがあると思うんです。まあ、ただその場合に、要するにそういう多様な組みができる、多様な考え方、多様な仕方ができるっていうのは、その学校にある一定の児童生徒さんの希望がなければ実現できなかったことなのかなっていうのをすごくちょっと思いまして、そういったところどうなんでしょうか。はい、ありがとうございます。高知市内には同時に土佐山学者と同時に滑川学園という学校が義務教育学校として2つが立ち上がりました。で、滑川学園はどっちかというと小中の一貫教育というのをもっと先に、土佐山学者よりもっと先に始めていた学校なんですが、そちらは本当に一クラスが多分 10人もいない、本当に少ない人数で、で、本当に土佐山学者もそうですけれども、もっと支援の必要な子どもさんたち、小学校では支援学級にいたけれども、中学校では通常の学級で県庁学級で一緒にやりたいという子どもさんも来てて、そういった子どもさんたちに寄り添う、そんな教育をやって非常に効果を上げている学校です。なので、それぞれの学校が、土佐山はそういうふうに地域活性化ということを大きく打ち出していましたので、学校がどんな役割をこの地域の中で、もちろん勉強していくっていうのが一番の学校の役割なんですけど、どういう存在としてこう存続していくのかっていうことは大きくなっていくんじゃないかと思います。なので、うちの学校でやっていることが、そうすると私が前に勤めていた学校でできるかどうかというと、そこはそこで、地域っていうものがもっと色濃いですね。土佐山学者っていうのははっきり分かりますけど、高知市内の大規模校の中学校なんかに行くと、地域性っていうのがちょっと、違った意味の地域性ですね。私のその前に勤めていた学校は、やはりこの南海トラフ地震について、どう学校が人の命を助けるのかっていうようなことで、総合的な学習の時間でやっていました。そういうふうに規模もあれば、その学校がある地区とか、いろんなことでこう学校の役割というのを考えていくっていうのも一つじゃないかなと。今までもどうしても総合的な学習の時間って、昔は修学旅行の半決めをしたりとかですね、学校現場ではちょっと何でも使えるような特活のような扱いになっていて、私もそれにどっぷり使っていたんです。でも初めて土佐山学科で本格的に総合に取り組んで、こんだけ学力が伸びる、それから地域ともつながれるっていうのはすごいなというふうに思いますね。はい、お答えになっていましたでしょうか。公教育って例えば均質だとか平等っていうんじゃだけではなくて、本当にこう多様な、こうやなんていうんですかね、学校のスタイルであるとか教育の方法があるのかなっていうのをすごく感じることができました。どうもありがとうございました。はい、それではですね、ちょっと質問が途切れないですね。全部いきましょう、どんどん。1点ですね、次、ですね、はい、これまで、直面されてきた実践的な課題の中で、印象深かったことや、将来取り組んでいくべき具体的な課題ですね、について、どのようなことを考えておられますかということです。これぜひ3名の先生方にお答えいただければと思います。はい、お願いします。今後のことっていうことですね。はい、今後のことをどういうことを取り組んでいくか。そうですね、やっぱり人口減るっていうことを止めるっていうことは、まずできないと思うんで、
その中でどうこう持続可能なあの活動だったり運営ができるかなっていうところが一つ大きなあの課題かなと、まあ、そういう意味ではあの地域の人にはあのこれまで通りいろんな形でご協力いただいたり、またあの学校側としても地域に貢献するっていう両方ありつつ、まあ、先ほどの私の話じゃないですけど少しちょっと広げてみて、地域外でもあるいはあの土佐山学者のことで僕気になっているのは保護者の方が地域外の方もいらっしゃるのでそういった方もどういった形であの参加するのかななんて僕ちょっと思ってはいたんですが、あのいずれにしてもそういう広げる感じも大事かなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。あの先生の質問に答えて、学校運営協議会私が勤めた1年目っていうのは昨年その前までの校長先生の資料を見たら、その学期ごとにやった行事だとかいろんな子どもの様子等をこう報告するような資料が残っていたので、それを私は最初に校長になった時に同じようにやったんです。ところが、その運営協議会の中に有識者の先生がいらっしゃって、協議会ですよと、報告会じゃないんですっていうことを言われて、協議をする場なんですよっていうこと、それで自分の発想の転換で毎年テーマを決めて、そのテーマを、まあ、職員で話をして、そのテーマについて学校運営協議会で、話をしていくことにしました。で先生が言われたように、学校地域保護者三者があると学校中心にしてそれぞれはつながっているんです。学校と保護者ももちろんつながっていますし、学校と地域もつながっているんですけど、地域と保護者がどうつながるのかっていうことをある年のテーマにしました。そうすると地域が保護者が参加ができるような、例えば草刈りですね、山なので草を刈る、そんなの言っちゃ悪いだろうと思ってたと思うんです。って思っていたんですけど、草刈りをやります、手伝っていただけませんかということでチラシを出す。それでただしんどいだけじゃなくてですね、今度学校がある日本の、これ新潟県の、ある地域の学校とつながることができて、そこに子どもたちを連れていくという話になったんですね。で、そこで草刈りをしていただいたら、それをお金を、その草刈りをするのなんかお金がどっかから降りるようで、その中の一部を学校に寄付しましょうと。でそう聞いたので、保護者はあ、じゃあ私たちも行って手伝いましょうかというふうに、でそうするとそこで暑いですねとか言いながら話をすることによって、やっぱり日頃こうつながって、知らなかった人がだんだん話をしていて、土佐山学で梅のことをという、まあ、お便りは出すわけですけど、あの時 の, あの教えに来てくれた人が あなただったんですねみたいな感じで、こう地域と保護者がつながる、文化祭をやると、文化祭の今までは子どもの発表会 だけだったんですけど、そこへ地域の野菜をドーンと盛り込んでですね、そこで安いあの新鮮な野菜を買っていきませんかみたいな、そうすると保護者の方は喜んでくださるというふうに、協議を、そんなことを協議をしていきました。毎年こうテーマを構えて、運営学校運営協議会であの話し合いをしていって、そしてその実動部隊、地域学校共同本部にあたる課題別コミュニティというところがそれを実践をしていってやっていくというような仕組みを取ったというところが、まあ、一つのお答えです。まあ、課題としては先ほども言いましたけど、地域ばっかりに焦点を当てるとネタ切れになってきます。もうゆずも何回もやったし、ゆず祭りをやっても新しいこう挑戦させるような課題が見つからなかったらマンネリ化していきますので、それをさせたくない。なので常にこう、いろんなことをやるにしても、やっぱり、いつまでもこう選んでもらわなくてはいけないということは、何か考えながら新しい、他より一歩前を行ってないといけないというのが私たちにとっては非常にプレッシャーで、他と同じことをやっていると別にわざわざ土佐山に来なくてもいいじゃんということになりますので、そこを教職員が頭を突き合わせながら、今年の子どもの実態を見ながらということで考えていくっていう課題が、まあ、課題になるのか
それがこういうふうに発展、学校がこうよく変わっていくっていうの一つの機動力になっているとは思うんですけれど、まあ、今後についてはやっぱり100年続かさなくてはいけないので、土佐山学だけではなくてその他でもやっぱり、制服も、今 の, 多様な子どもさんがいるっていうところで高知市では先頭を切って変えましたそんな風にこう常に横並びじゃなくて、いろんなことをこう、先に取ってやっていく。だから失敗もあります。はい。でやったことはそれを他の学校に返すというスタンスです。なので土佐山学でうまくいったこと、それからカリキュラムマネジメントの評価できたらそれもどうぞ参考に使ってください。回す。そんな風にしながら、まあ、広く学校でやってきたことをこう伝えて、その中から学校が他の学校ができそうなことっていうのがあれば使っていただくし、そこに私たちもで話もしますし、見に来てもいただけますし、子ども同士の交流もしていますし、これこんなようなことで高知市内いろんなところに出かけていったりしています。はい、はい、失礼します。課題としまして、ね、先ほど先生方から広げるだとか地域学校保護者をとのつながりを持たすっていう意見が出てたと思います。で実際協力的な保護者の方もいらっしゃる一方で、まあ、中にはすごくまれかもしれませんけど、なかなか学校の教育活動とか子どもに目を向けてくれないなっていう大人も少なからずいるとは思います。なのでその学校の取り組み、まあ、まず学校に目を向いてもらうためにどうその学校の魅力とか取り組みを発信していくかっていう入り口の部分も課題としてあるんじゃないかなっていうふうに思ったことです。はい、短いですが、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも回答ありがとうございました。人口減少を止められないと地域をちょっと広げていく行く方がいいんじゃないかという話ですとか、つなぐということですね。地域保護者社会をつなぐということですね。であと地域に還元するというか共有するという、非常に新しい視点で勉強になりました。ございます。これに関しまして何か質問ご意見等ございましたらどうぞ。あ、じゃあ先に早くしましょう。Good morning, everybody. おはようございます、皆さん。非常に嬉しいです。このイベントに参加できました。私は訪れましたいくつかのスクールに、9月のことでした。この大阪昭恵先生のリードでです。そして 50% の生徒が外から来ているということですね。ここで知りたいのは、その学生、生徒は戻るんでしょうか？簡単に元の学校に、外から来ている子どもたちが元の学校に簡単に戻れるんでしょうか？多くの人は遠いところから来ています。もし、簡単に例えばスクールバスを使うのであれば、あ、すいません、元の学校ではなくて家に帰るということですね。遠いところから来ているので家に帰るのが遠いという意味でした。だからスクールバスが簡単に使えて、そして、家に帰ることができるのかということです。のプロジェクトの中で立ち上がった学校ですので、予算面というのは本当にびっくりするぐらい開校した時にはつけてもらっていて、で、バスも、特任校っていうその地区外から子どもを、来てもいいよっていう学校が高知市内に6校あるんです。で、先ほどの滑川学園もそのうちの一つです。それ以外に高知市内中心部にも、海側のところだったりとか、もう一つ別の山の上だったりとかってあるんですが、
無料でスクールバスを走らせてもらっているのは土佐山学舎だけなんです。なぜかというと、その土佐山100年構想があるからです。市のプロジェクトの一つになっている。でも私も土佐山学舎に来る前の学校ではすごく腹立たしく思っていました。同じ高知市内の学校なのに、なんであそこは優遇されて、いろんなもの、校舎もすごく綺麗ですし、電子黒板、来ていただいた時に分かったと思いますけど、施設設備もものすごいですし、大変恵まれています。予算がないと言って、以前の学校ではいろんなことをお願いしても予算ないのでダメって言われるんですけど、じゃあ土佐山学舎の電子黒板1台やめてくれたら、そのお金浮くからうちの、ドア直してもらえませんかみたいに、そんななんというか言いや口も言ってたんですけど、だからこそ自分が行って、私みたいに思っている人はいなくったとしても、なんで土佐山学舎だけというふうに、思っていらっしゃる方がもしいたとしたらいけないので、だからさっきのことです。学校で成果が上がったことは全部提供する、はい、作って使ってもらう、そして教えてほしい、こうしてほしいともし頼まれたら必ず行くっていうふうな、そういったことを自分でしようと思いました。びっくりすること一つだけ、最初土佐山学舎に私が赴任した時ですが、教育委員会にちょっと来てくださいと言って呼ばれて行った時に、竹崎校長先生、土佐山学舎に予算を全部で690万つけていますと言われました。で、私びっくりして、690万、いろんな指定事業を受けたところでせいぜい20万とか30万ぐらいしかつかないんですけど、690万というのは、その中に先ほど言いました外国青年を雇うお金ももちろん入っていますし、それから県の大きな指定事業を受けていて1年間に200万つくとかっていう指定事業も受けていたというのはありますけど、そんなところからスタートした学校でした。今は全くないです。690万今はないんですけど、はい、だからいかに土佐山学舎をそういう一つのプロジェクトとして成功させようとしたいかと考えていた、そこはまあ感謝なんですけど、不公平かと言われたら不公平になるかもしれませんね。はい、すみません。すみません、何回も質問してすみません。徳島でも、ちょっと土佐山と似たような状況がありまして、小松島市が、実はその人口が減っているんですけど、18歳のタイミングで、人口が、まあ、進学の影響で下がって、で22、3歳の時に、まあ、小松島の方で、また、移住を戻すっていう方が結構いるんですね。ただ、その25、6歳くらいでまた、小松島から外に出てしまうっていう問題があるんですね。これはなぜかというと、25、6歳の時に結婚を機に、子供のことを考えて、移住するんですよ。というのは、小松島市って学生のせいで隣の阿南市とか徳島市の方の、高校に進学できないっていうことがあって、その自分の家とかを、作るときに、小松島外に、まあ、転出しなきゃいけないっていう問題があるんですね。なのでこういった、あえてこの、まあ、その過疎化している地域に教育機関っていうのを作るのはすごいいいことだなとは思いました。ただその素晴らしいその教育機関があったとしても、その地域で保護者の方が仕事っていうのがすごい重要になってくるかなって思っています。で、その土佐山地の地域でその中で完結できる仕事っていうか、その受け入れ体制はどうなってるのかなってちょっとお伺いしたかったです。はい、それがネックです。企業は先ほど言ったように土佐山開発公社という有機農家をやっている方がそこに、野菜を卸して、その野菜を町の産直へ持っていくとかっていう、そんなところもあるんですが、
零細のどちらかというとそんなに大人数がいるっていうわけでもないし、なのでそこに帰ってきても働く場所っていうのがないんですね。なのでだから定住っていうのは難しいかもしれませんね。交流しながらこうぐるぐる回していく、そして土佐山を卒業した子どもたちは何かの形で、土佐山のこれからに関わっていく仕事の中で、例えば、どこか外国で仕事するようなことに就く子どもたちは言ってましたね。ゆずの魅力をその外国で発信することができたらいいなとか、そのために英語を使えたらいいなとかっていうようなことも言ってましたし、直接だから仕事をするんじゃなくて何か今まで学んだことをその仕事に生かすとき、それによってこう 販路というか、それを増やしていく必要となる。まだ一番最初に卒業した子どもたちが今20歳22位ぐらいですね。なのでこれからですね、どういうふうになっていくのかっていうのが一つのまあ評価になると思いますね。はい、はい。Okay, good morning. おはようございます。数ヶ月前に訪問したときに素晴らしいなと思いました。子どもたちが英語でコミュニケーションを取っている。そしてカリキュラムも特別だなと学びたいのですが、市民の人たちに関わってもらう、そのモチベーションをどのような形で高めているんでしょうか。住民の人たちのモチベーションをいかに高めているのか。なんか、こういったいろんな活動をする上でカリキュラムというのは特別に作っているというか、なんかカリキュラムを作るときに何を作っているのかというと、はい、今言われたモチベーション、モチベーションどう、はい、はい、特別なカリキュラムというとやっぱり土佐山学総合的な学習の時間っていうのが一番 の、特色を出せる教科になっていると思います。英語っていうのは結構やっていますね、いろんなところで。でも土佐山学者は本当に来ていただいて、こう実際に先ほども言いましたけど使える場面を設定したり、姉妹校がオーストラリアのメルボルンっていうところに姉妹校があります。でそこの子どもたちとよく、初めは学級同士で話をしているんですけど、今タブレット同士でこう1対1で結んで、で、話をしています。で、それとか今いる ALP のお父さんがハワイで、先生をしていて、そこの大学の生徒さんとかですね、それからメルボルンの学校では小学生が日本語を勉強しているので、今度は日本語をこちらの土佐山学者の子が教えるみたいな、やっぱりそんなような、英語でつながりを持ったりとかっていうことで、他と違う特色を出すようにしています。モチベーションというとやはり地域の方に喜んでもらえるっていうのがものすごく大きな動機づけになっていて、で先輩たちがやったのを超えようとしますね。超える、去年 の上級生はこんなことやったので、自分たちはもっとそれよりなんかこういうふうなことをして、地域のものをアピールしたいとかっていう、そういう思いになります。それにはテレビの中でも言ってましたけど、やっぱりいかに地域の方が関わってくれるか、それをこう切実に感じているので、何かをやっぱり自分たちが何ができるだろうかというのを常に考えている、それが一つの動機づけになっていると思います。はい、本当に興味深い議論なんで、もうずっと続けていきたいんですけど、とはいえ時間があるということで、1時までということですので、
ちょっとまた次の質問に移らせていただきます。また後で次にいただきます。ちょっと視点を変えてですね、質問が来ています。かねてからの情報化社会の進行や ICT 普及に加え、コロナ禍以降はオンライン授業やバーチャリズムとバーチャルな場での学び、交流も増えてきており、フィジカルに人を招く、体験するということの困難さにつながったりしないのかなという疑問があります。そのあたりどうお考えかをお聞きしたいと思います。先生方、お願いします。はい。はい。そうですね、もうそれこそこのついこの間までオンラインで、もう時期によっては一番最初の年かな、全部オンラインで授業しましたし、その後徐々にハイブリッドになり、で現在ほとんど対面なんですけど、まあオンラインの良さと、まあ、大変さっていうのは皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、有効活用は今後もできますよね。ですので例えばここにいない人とつながるって言ったら、もう距離は全く関係なくなりますから、これを使わない手はないですし、つながれてコミュニケーション取れるということでは、少なくとも対面よりはちょっとこう、情報量だったり、この六感というか体で感じられるコミュニケーションの量は減るんだけども、それでも少なくとも情報のやり取りできるので、非常に有効なツールだと。で今後も有効なツールであり得るんじゃないかなと。ですが、まあ、あり手に言えば、まあ、ハイブリッドなんだろうなと。場面場面でどっちを使うかということだと思います。はい、利瀬山学者はコロナの時にやっぱり対面ができなかったということがあって、何を利瀬山学でしたかというと、その時の学年一学年は CM 作りをしました。利瀬山っていう地域をどう売り出すのかっていうことで、それをいろんなところに持って行って流してもらう。高知市のホームページに載りました。それから、総務省がやっている、地域のその魅力を発信する動画コンテストみたいなのをやってるんです。四国管内でやっている。それに、3本つってですね、で、出しました。出して、そのうちの1本が、第2位に選ばれて、そうするとホームページに載せてもらえるんです。なのでそういうふうに、直接対面ができないに自分たちは何ができるか、うんうん考えていましたね。 CM 作りをするとコロナが明けた時に知ってもらえて、その時に来てもらえるから、その間はこんなことをしようということで、はい、3本、もしかしたら高知市のホームページにまだ載っているかもしれませんが、3分間で、はい、流れている、3本載っていると思います。はい、そうです。はい、そう、 CM 作りって面白いなって思って、私も参考にさせてもらいたいなと思いました。やっぱりコロナ禍だとその対面っていう機会が本当に奪われてしまって、子どもたち の、 そのコミュニケーションとか生きた学びの場っていう機会がすごい少なくなってしまって、残念に思うこともあったんですけれども、ICT の活用としてなかなか私はまだ使ったことが、昨年の院に来てなかなか授業で ICT 使う場面が持ててないなって反省してるんですけど、やっぱりその外国語とかのやり取りで、生活総合とかでも可能だと思うんですけど、その場所に行かなくても離れた外国の人ってとやり取りができるっていうのがすごく魅力的だなと思って、移動時間もいらないですし、タブレットは一つあったら簡単につなぐことができて、子どもにも自分の思い伝えることができたとかっていう達成感も味わえるんじゃないかなって思います。でもやっぱりその先ほども先生がハイブリッド型っていうふうにおっしゃいましたけど、その何が子どもたちできるようになったらいいのかなっていう目的とか場面に合わせてハイブリッド型で、うまく取り入れていくっていう見極めが大事じゃないかなっていうふうに感じています。以上です。はい、ありがとうございます。そしたらこの点に関して何か点コメントと質問等ございましたら、ICT
会場の方よろしいですか。はい、それでは最後の、質問に行きたいと思います。この地域での取り組みに対してですね、卒業生に対してどういったフォローアップをしていくのかしているのかとか、そういった事例をもしあの大学のことでいいです。小中高。そうですか。それこそ私ゼミを毎週うちのゼミでやってるんですけど、そこに1人2人と、まあ、前期で2人後期で2人って感じで卒業生呼んでオンラインで、まさにオンラインで話をしてもらう。しています。でそうすると卒業後どんな、なんて言うでしょう、仕事をしていたり、どんなことをしているのかな、またこの人が、教育現場、何らかの教育現場ね、海外で活躍する人もいるし、国内かもしれないですけど、まあ、そういったテーマ、実際の教育の課題のテーマで話してくれるので、学生たちにとってもためになる話かなというふうに思います。はい、卒業生はさっきも言いましたように、一番最初にもう土佐山学舎ができた時の子どもさんはまだ22歳ですが、地域が成人式を、やろうということで、地区外の子どもも全部土佐山学舎で学んだ子は、集めて、みんなでその土佐山地域でお祝いをしてあげようということで計画していましたけど、やっぱコロナでダメになっちゃいました。でオンラインでつなぐっていうこともできずに、結局それは流れたんですけど、でももしかしたらもう、こういう状態になっているので考えてくれているかもしれません。もう一つは、さっきプレゼンで出てきていた朝日食品でプレゼンしていた子どもたちが、卒業する前の最後の土佐山学の時間に授業の中で、福井校長がまだ担当だった時ですが、担任と一緒に地域貢献ってやつとって何っていうことを質問します。そうすると地区外の子も地区内の子も、先生、地域貢献って形がないよねと、心の中にあるからどこへ行っても地域貢献ってできるんだよねって、僕たち、私たちは卒業していってもうここにはいないけど、いつでも地域貢献っていうのはどこからでもできるっていうことを言ってですね、周りで見ていた教員はみんな涙がボロボロ出てですね、ここまでこの子たち深く考えるのかと。っていうことで、すごく非常に感激的な授業だったんですけど、そんなことを地域貢献っていうことを自分たちがやって、地域の人に喜んでもらって、もっとこの何かをしたいという思いっていうのは、まあ、永遠に続く。でどうなってるかというと、卒業しても次の年の夏祭りには自分たちだけじゃなくて友達、高校の友達を連れて帰ってくるとかですね、そこに福都山のものをいろんなものを売ってるお店も、屋台が出ますので、そこで紹介して回るとかですね、そんなような光景が見られたりとか、さっきの話ですね、仕事し始めたらなんとか土佐山のゆずを外国へこうつないで、そこでこう取引をするできるように自分ではやりたいと言って卒業した子もいますし、そんな風にこうやっぱり心の中でこれがどうできるのかという、そんな気持ちを持ってもらえるような授業作りをしていかなきゃいけないなというふうには思います。はい、今その心っていう話が出てきたと思うんですけれども、やっぱりその小学生のうちに地域と関わったり人と関わったりっていうする経験を子どもたちが授業の中とか教育活動の中で、行う経験することによって、地域への愛着心っていうのが徐々にその育って培われていくんじゃないかなっていうふうに感じました、なのでその自分はこの小学校出身でこの土地の生まれでよかったなって思ったり、大人になったら何かその自分の県だったり 市町村に何らかの形で貢献できたらいいなっていうような思いを持った子どもの育成につながるような授業であったり、教育活動っていうのを展開できたらいいなっていうふうに思います。はい、
はい、どうもありがとうございました。最後にですね、竹崎先生に質問が来てましてですね、竹崎先生自身の人物に大変興味があるという、私も大変興味があります。ですね、これから先生になる方とか現職の先生方たくさん参加されてますので、もうなんかすごいロールモデルというかキャリアパスのロールモデルになるかと思うんですね。で、竹崎先生の教員についての転換点についてということが質問してまして、なんかこれだけでね、また1セッション大会なんですけど、ぜひなんかメッセージというかいただけたらありがたいです。はい、あ、そう取れないと。はい、どうぞ。はい、そんな私も普通のことしかしてないんですけれど、ちょっと昨日もお食事をしているときにお話をしましたけど、私もともと中学校の教員としてスタートしてですね、で、高知市の教育委員会、高知県の教育委員会、そして、児童自立支援施設に開校している学校、ナルトに確か あるんじゃないですかね、その児童自立支援施設の中の学校、それから高校に3年間、はい、の仕事をしました。で、今高知大学で大学院生に教えていますので、戸佐山学舎も入れると小学校、中学校、高校、大学、全部教えましたし、転機と言われるとやっぱりその希望が丘、運行、つまり、飛行で人生、やり直しをかけてくる学校です。で、その児童自立支援施設に併設されているその分校でうまくいかなければ少年院へ行ってしまうという、はい、そこに4年間いましたけれど、全く英語もわからない、それと勉強もできないそんな子どもたちがやっぱりあったかい食事とあったかいお布団とで寝る、そして寮の先生方の家族ぐるみのような感じで、接する、で教職員も同じ、家族のようにいろいろとこう関わる中で、子どもって環境によって変わるんだなと思います。目がつり上がってるんですけど、来た時にはでも何ヶ月かするとクリクリの丸い子どもらしい雰囲気になって、まさに教育の原点がそこにありました。で、今までは何でいくら話しても分かんないかな、この子に通じないかなみたいに思ってたのが、いやー、こんな環境の中で育ってよくここでとどまってるなみたいに自分が思えるようになった。その子どもたちに英語の楽しさをなんとか知ってほしいと思ってですね、私がやったのは英語の弁論大会に出しました。で、他の子どもたちと言っている内容がやっぱりちょっと違うんですよね。他の子どもたちは元気に挨拶しましょうとか、友情は大切ですとかっていうようなテーマなんですけど、うちの学校の子どもたち、その時に最初は学校大嫌いだったと、先生も信じられなかったみたいな、そんなようなことをこう子どもたちで言える範囲のことを引っ張り出してそれを言う、そうすると気持ちが届いてですね、ショーにも入りました。で、賞状もらいに舞台の上に上がるんですけど、賞状なんてもらったことないので片手でこうありがとうみたいな感じで、取ってくるっていう場面もありましたし、そこにお父さんお母さんに来てもらう、もともとの学校の担任の先生に来てもらう、一生懸命前のステージに立って英語で喋っている、それを見てやっぱりみんな涙を流しました。で、英語は大丈夫、もう数学も大丈夫って言って1年ぐらい過ごして学校に帰るんですけど、その学校で4年間勤めたっていうのが自分で一番大きかったかなっていうように思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、それでは、本日どうもありがとうございました。竹崎先生はじめ、石坂先生、隼人先生に盛大な拍手をお願いします。
どうぞお取りください。ありがとうございます。それではですね、終わる前にちょっと次回の宣伝と、今回お手伝いいただきました学生さんを紹介したいと思います。どうされてるかな。はい、次回この国際協力トークライブなんですけども、国際をキーワードに、実務者だったり研究者だったりさまざまな方をお呼びしています。次回はちょっとまた思考を変えまして、国連職員と国際協力の分野です。国連職員のやりがい魅力楽しさということで、HR の国連難民高等弁務官事務所のウガンダ事務所の大竹さんと、UN アビタートですね、国連人間、居住計画イラク事務所イラククルディスタン地域事務所所長の寺岡さんをお呼びして、お話を、これまでのキャリアパス、現在のお仕事の楽しさ、やりがい、困難なこと、今後の夢や目標など、さまざまお話しいただきたいと思います。日にちはもう決定してまして、7月29日の土曜日の、17時から19時ということです。完全オンラインで、お二方とも忙しい方で、この日にどこにいるかわからないと、まあ、もしかしたらイラクにいるかもしれないしと、大竹さんもウガンダにいるんだけども、今、難民キャンプかどっかで今、仕事をされていて、そこからかもしれないけど、まあ、この時間でやりましょうと。また近くなりましたら、メールの方で、今回参加いただきました方には、ご連絡差し上げますので、よろしければ参加ください。お願いします。はい、それでは今回、お手伝いいただきました学生さんの皆さん、ちょっと前にお願いします。この国際協力トークライブ、まあ、第5回目なんですけども、手作りで、いろいろ試行錯誤しながら、課題も毎回見つけながら、まさに次は改善しようということでやっていってます。で、本当に手作りなんで、今後もね、じっくり育てていきたいなという、この会自体をですねと思ってます。で、今回この皆さんに、お手伝いをいただきました。そしたらすみません、ちょっと名前と、研究テーマと、なんだっけ、鳴門教育大学に来て、よかったって思った瞬間なりエピソードを一言、それ30秒以内ぐらいでお願いします。はい。はい、グローバル教育所属の遠藤弟です。研究内容は、中学校英語科における英語絵本の活用について勉強しようと思ってしています。ナルトに来てよかったことは、そうですね、いろんな国の人とたくさん会えて話ができて、いろんな価値観に触れたことです。ありがとうございました。こんにちは、遠藤博と申します。修士1年生です。茨城県の現職教員なんですが、今年からこちらで勉強させてもらっています。研究テーマは、子どもたちの、プログラミング教育を通したアルゴリズム的思考の国際比較を、やっています。で、高校の大学に来てよかったなと思うことは、本当今日この講演に参加できて、竹崎先生の話が聞いたことが一番幸せなことです。ありがとうございました。皆さんこんにちは、鳴門教育大学の石原優太と申します。僕の研究テーマは、外国につながる子どもたちの教育課題とは何かというところを研究させていただいてます。ナルトに来てよかったことは、まあ、先生方との距離もすごく近くて、まあ、勉強できる環境が整っていて、すごく楽しく過ごさせていただいてます。ありがとうございます。こんにちは、グローバル教育コースの関谷です。僕は L1 生で、まだちょっと研究テーマは決まってないんですけど、これからしっかり勉強して、研究も頑張っていきたいと思います。で、ナルトに来て、よかったことは、僕は去年まで自衛隊にいて、とても厳しい生活を送っていたんですけど、何より自由なところがとても素敵だなと感じています。本日はありがとうございました。学部4年の真鍋志乃と申します。私の研究テーマは、小学校の外国語活動や外国語教育における動機づけについて研究しています。鳴門に来ていいなと思ったのは、見てわかる通り小さい大学なので、先生との距離も近いですし、密な関係があって、チャンスがあればいろいろ声をかけていただけたり、いろんなところにチャンスをつかみに行けるところがいいなというところと、現職の教員の先生方や留学生がたくさんいらっしゃるので、たくさん価値観に触れたり視野を広げたりすることができていいなと思います。ありがとうございます。
はい、修士2年の谷川です。私の研究テーマは中学生の英語不安について研究しています。ナルトのいいところは自然がたくさんあって、あとご飯もすごく美味しいところですので、ぜひ、インターネットのオンラインの皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。皆さんこんにちは。修士2年南野敏夫と言います。自分の研究テーマは教員の人材育成の手法としての自己エスノグラフィーの可能性の研究です。退職して10年後に大学入らせてもらいましたけど、やっぱり先生方とても熱心で、身近に感じて細かく教えてくださるし、外国の方たくさんいらっしゃいますよ、ね、それも勉強になりますし、若い人と学び直すというのは自分にとって非常にありがたいと思っています。また退職された先生とか、ぜひ鳴門教育大学の方に来て勉強していただいたら楽しい時間を過ごせると思います。ありがとうございました。できなかったです。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。はい、それでは、閉会の挨拶ということで、本学の副学長の小澤先生、お願いいたします。退出させていただきます。はい、ありがとうございました。一言挨拶申し上げます。萩崎先生、お忙しい中、本学に来ていただいて、この土佐山学者の素晴らしい実践を共有いただいたことを本当にありがとうございました。また足元悪い中、この本学に来られた、対面で来られた方、またオンラインで日本全国あるいは海外から参加された方、大変ありがとうございました。感謝申し上げます。さらに、今紹介いただいた、この運営に協力した学生の方々も、皆様のおかげでなんとか、今日の会を進めることができました。どうもありがとうございます。さて、今日のテーマですけれども、高齢化社会とそれから地域の人口減少という中で、どのように、地域を活性化するのか、まあ、学校を核としてどのようにするのかということが、話題でした。その中で、まあ、竹田先生の、紹介していただいた事例で、子どもたちが、地域のことを学んで、しかも9年間その一貫したプログラムで、学習していくことで地域のことを交流に持って、たとえその地域にいないにしても将来に、その地域のことに対して貢献したいという心を持てるという、そういう、成果を得られる素晴らしいプログラムについて紹介いただき、非常に感動しております。このようなことが、SDGs の中でも出てきます、ディーセントワークにつくということにつながるんじゃないかなと思って聞いておりました。久坂先生、綾津先生が参加したパネルディスカッションでは、さらに、国際的な事例であるとか、それから、小学校の事例などを含めて、有意義な議論ができたんじゃないかなと思っています。やっぱりオーセンティックな内容を学習するっていうこと、そして、つながり、互いのつながりを重視するっていうのが大事なんだなというふうに深く感じました。ということで、次回以降も、この企画が続きますので、また皆さんぜひ参加してください。本日はどうもありがとうございました。副学長どうもありがとうございました。はい、それではすみません、かなり時間を、まあ、予定よりオーバーしたんですけども、非常に充実した、議論、興味深い講演をいただきまして、どうもありがとうございました。
あの運営委員ですね、去年からずっと竹崎先生をお招きしたいって進めてまして、ようやくこの日が実現したということで、本当に嬉しく思っております。またぜひ、ナルトにあの来ていただければしたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。それでは、これをもちまして、令和5年度第1回、国際協力トークライブ、終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。